いやー、ストライブナイツアットフレディーズなんだこれ、皆さん、そう石井直でございます。さあ、本日もファイブナイツアットフレディーズのファンゲームジュニアーズをプレイしていきます。今回パート2なんですけども、パート1見てない方のためにちょっと今回ね、あらすじの方をちょっと私、いろんな素材を用意しておりますので、ちょっとあらすじを知らない方はちょっと今から、お見せしたいと思います。ではまず行きましょう。はい、ですね、まずことの発端というか、この物語なんですけども、ファイブナイツアット、皆さん、ファイブナイツアットフレディーズってゲームはご存知だと思うんですけども、その中にジュニアーズっていう風なお店が存在するんですよ。ただそのお店はピザ屋なのか、ただの酒場なのかは分かっておりません。そして、そのよく分かってないジュニアーズにスポットを当てたゲーム、それがこのジュニアーズ、そのままでございますね。で、舞台はですね、こちら、まあ、そのまま、ジュニアーズってお店なんですけども、今までのファンゲームと違うところがですね、ファイブナイツアットフレディーズって朝6時まで生き残るゲームじゃないですか。このゲームは朝6時まで生き残るんじゃなくて、お化けを見つけ出すという風なのが、今回、このゲームの目的でございます。なんで、やり方がわかんないで、普通に、朝7時、8時、8時とか9時とか、フラグシリーズではなかなかお目にかかれない AM8 時とかも見れることができます。はい。で、まあ一応ね、そういうことで、いやまず主人公が何者なのかっていうのはね、主人公が何者なのかは分かっておりません。はい。分かってないんですけども、オープニングで一番最初、はい。生と死の狭間で、主人公は歩きます。自分が何者か分かってない状態で、生と死の狭間に行ったところ、このよく分かんない、キャラクター、はい。フレディっぽいキャラクターいますよね。このキャラクター、本人、ポール・ベア。自分のことをポール・ベアという風に名乗っております。はい。まあ、夢の中なんでね、あれなんですけども。で、まあ一応話いろいろ聞くと、自分は、あるお化けから隠れるために、こういう見た目になってるって言ってるんですよ。なんで、もしかしたらもともとジュニアーズのオーナーさんとか、そういうなんか、関係者の方が、まあ、死んでしまって、こういう形をとってる可能性がありますね。で、お化けの格好してて、主人公言うんですよ。お前がお化けだったら、じゃあお前がお化け VS お化けで、対峙すればいいじゃないかってなったんですけども、パワーバランス的に僕はできない。だから君に、なんとかしてもらいたいんだってことで、主人公が、毎晩、このジュニアーズに行くというふうなお話ですね。ファイブナイツアットフレディーズシリーズって、だいたい1話クリアしたらさ、なんで主人公バカみたいに2話目行くんだよってなるじゃないですか。このゲームはちゃんとその目的がしっかりしております。で、回が進むごとに、このポール・ベア君とのね、よし、わかった、ちょっと、俺も力貸すぞと。なんか、一晩に一回だけ、その、アニマトロニクスを見つけてくれるヒントを出してくれるんです。だから、すげえね、共闘して戦ってる感じがあります。はい。で、まあ一応ね、ゲームをクリアしていくとですね、このような、はい、ビデオテープ、VHS テープが見つかります。まあバックステージという風な名前なんですけども、あ、ちなみにこう、ジュニアーズに登場するアニマトロニクスっていうのは、ちょっと顔はおどろしいんですけども、まあ我々のよく知ってる、フレディだったり、フォクシーだったり、あのキャラクターが登場します。ちょっと見た目が、おっかない見た目しておりますけどね。で、この、バックステージっていうのが、帰り際見つかるんですよ。6時まで。ああ、待機して。ああ、よしよし、仕事終わったって帰ります。あ、下手すると3時とか2時に帰りますけども。で、この VHS テープの中身っていうのが、ですね、お化けが主人公に伝えたい内容を VH テープにまとめてるんですよ。VHS テープにまとめてるんですよ。でね、ちょっと待って、内容、一つ一つちょっと出しましょうか。まず、一つ目。はい。自分、フレディさんが、なんかのパーツをこう、運んでるんですよ。えほえほって、グイン、運んでおります。はい。えほえほパーツを運んで、なんか、謎のパーツ&サービスの前まで行くという。で、二日目。今度、ボニー君ですね。これもちょっと面白いんですけども、これか。はい。フレディとボニー君が、こう、会話してるときに、はい。お化けの、なんかよくわかんない、なんかその、ね、髪のあるじゃないですか。これがあって、こう、なんか、フレディから、ほわ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 つって、ボニーくんの方に行った後に、その後、ボニーくんは、ね、うつろな顔して、はい。このように、謎のパーツを運びます。はい。そして、3夜目、クリアすると今度、はい。あらー、チカちゃん、はい、皆さんご存知、チカちゃんですね。はい。チカちゃんが寝ております。チカちゃんが寝てたんですけども、そこにボニーくんが近づいてきて、そのボニーくんが近づいて、このまた霊が、チカちゃんに乗り移ります。そして最後、チカちゃんは、はい、このように、無遊病の状態でパーツを運びます。はい。そして、最終的に、これか、はい。謎の、はい。VHS テープ特有の、ちょっとおっかない。謎の機械のようなものが出て終わりという風な感じですね。はい。で、ポール・ベア君の話を聞くと、
幽霊たちは幽霊たちで別に好きでなんかその警備員を襲ってるわけじゃないんですって。なんかその大元にいるマングルと呼ばれるやばいやつのせいで大変な目に遭ってるから、その幽霊たちがマングルを気をそらしてる間にポールベアと主人公くんでなんとかマングルをなんとかしてくれっていうことで、主人公とアニマトロニクスがみんな協力してその黒幕に挑むっていうね、これまでにないような熱い展開になっております。で、今回はですね、その第6夜でございます。はい、第6夜をプレイしていこうと思いますけども、今までと全くゲーム性が変わります。今まではそのお化けを探すゲームだったんですけども、今回は普通にね、純粋なFNAF2のゲームになっております。舞台もFNAF2っぽいところです。で、一応ね、このゲームをクリアする、ナイト6クリアすると、エクストラモード、まあ、キャラクターの全身像が見れるモードと、もう一つ、カスタムナイトが解禁されるんで、それをね、今日は目指してやっていこうというふうに思います。はい。では早速行きたいと思います。よし、ちょっと語りすぎたな。では行きましょう。では行きましょう。よし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 、行くぞ。コンティニュー。あ、ちょっと、オプション、オプション見よう、オプション。あ、これね、これ可愛いよね。はい。そう、このゲームね、お店の内装が凝っててさ、これ。これいいよね。ま、なんかこれ、毎週紹介してると思うんですけどね。はい。これ、チカちゃんがこうチックタックしてるやつですね。いいね、いいね。よし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 。あ、BGM 大丈夫ですかね。よし。もうちょい、こんなもんでいいですかね。よし、行きましょう。ニューゲームで。いきます！さあ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 、行くぜ！FNAF2 をすごいなんかリスペクトしてる形になってるんで、ゲーム始まる前に FNAF2 の PV っぽいのもあるし、お店の内装も FNAF2 っぽいです。はぁ、行くぞ。はい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 。お、来た。はい。これがね、精神世界ですね。はい。精神世界、まあだから主人公がなんか寝てる間にこういう世界が広がってる感じですね。ほら、脳みそがあってね。脳みそがあるからもう精神世界ってすげえわかりやすいですけどね。はい。で、まあ、いろいろあって、はい。よし。じゃあ、行くぞと。そうそうそう。なんかその、小屋目までは、だいたいその、下調べですね。で、ポールベア君はなんとか、その、マングルが潜んでる地下室の鍵を見つけることに成功しました。なんで、しゃ、行くぞと。いつもでしたら、このベッドに入って、朝迎えて、仕事に行くんですけども、はい、これ、ドア。こっか、このドアで行きたいと思います。よし。さあ、皆さん。これ見るの最後だな。あー、これね。このパネルも最後ですね。よし、じゃあ早速行きたいと思います。よし。ジュニアーズエンドズトゥナイト。今日でジュニアーズを終わらせようと。行きます！レッツゴー！ドゥン！さあ、来るぞ！ノーンダブイッチ、フォーリンダウンの部分ですね。ドーリンダウン、オーリンダウン、ロンドブイッチ、オーリンダウン、マーウェイ、レディー。タカタカデーン！これね、ここ大好き、ここ好きですよね。あ、ちなみにね、俺ね、下準備は、いろいろしてきてるんですけども、ゲームはやっておりません。はい。お、これこれこれ、ほら。オーリンダン！オーリンダン！はい。こんな感じで、店内こんな感じです。あれ、ちょっと待って、画面暗くない？これ、こっち消していいか。あ、ちょっと画面明るくしました。はい。さあ、というわけで、皆さん、早速行きましょう。はい、これが、あ、ちょっと一発知るか。はい、皆さん、はい。ちょっと見覚えありませんか？はい、そして、おっと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 、おい、ははそう、オルゴールを巻かなくちゃいけない。それはもうもちろんそのまま、ファイブナイツアットフレディーズ2でございますね。ただちょっと、おっと、はい。お、パラプーできる？ピザタイム。はい。なんかね、微妙に黄色っぽいんですよね。あと、フレディさんがおっかないって。ぬいぐるみ可愛いんですけどね。あ、これ、いけるかな？机の上の。あ、ちょ、待て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 。あぶれ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 ちょっと待て、これ、やばいかやばい。あ、ボニーくん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 、ボあああああ終わった！秘宝死にました。はい。タンタンタタンタン。タタンタタタン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 タンタタン。はい、これです。はい。ということで、パペットにやられました。はい。オルゴールを巻こう。これに関してはほんとね、従来のFNAF2とほぼ同じですね。さあ、行きましょう。で、ちょっと待って、店内じっくり見ようぜ。俺、前回見てなかったんですよ。ちょっと待って、じゃあ行きます。まず、主人公、あ、ちょっと待って、その前ちょっと待って。ちゃんと、俺、オルゴール巻こう。はい。オルゴール巻いて、俺邪魔だな。邪魔だ、俺消えろ、クソが。はい。ほら！あ、かわいい！ちょ、こうすといいか。はい。いや、これ見て、ほら、チカちゃん、ほら、チカちゃんのぬいぐるみあるんですよ。めちゃくちゃ可愛い。チカちゃんのぬいぐるみ、ボニークのぬいぐるみ、フレディのぬいぐるみあるんですけども、なんかね、フレディ、ボニークの目がね、なんかぐるぐるってなったりね、パペットちょっとおっかないですけどね。
あとほらほらほら、いろいろか、あーいっぱいあるね、いっぱいある。おっと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 、オッケー、よし、フレディさん、うわっ、オッケー、オルゴール巻いて、オルゴール巻いて、オルゴール、はい、ゲームエリア、あ、ゲームエリア、ゲームエリア、はい、皆さん、ゲームエリアはおなじみの、はい、ファイブナイツアットフレディ2のバルーンボーイがいた場所だと思うんですけど、あ、フォクシー君、フォクシー君はこれね、連打です、連打で消せます、はい、つけっぱなしなくて連打です、はい、待てな、オルゴール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 、来た来てる、よし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 、レッツイート、そう、この感じ、あ、ちょっとちょっと、あのね、前回のジュニアーズはね、こういうね、あの目の前は襲ってこなかったんですよ、危ない危ない危ない、ぐる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 、よし、いけ、あと、これ、ちょっと待って、ちょっと待って、いる、いる、いない、あ、はぁ、ボイクいる、はぁ、BGM でかい、大丈夫、ちょっと、ちょっと、ちょっと、BGM でかいですから、大丈夫ですか、このドゥン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 、あ、チカちゃんの腕、はぁ、これ早く、うおぉ、うわぁ、ちょっと、ちょっと、危ない危ない、ちょ、これやばいんじゃないか、これやばいんじゃないか、これやばいんじゃないか、うわぁ、難しいんですよ。あ、もうボニクで死ぬか。はい、ウィザードボニクで死にます。はい。あかっこいいね。あのね、あの皆さん、ちなみに、ウィザードボニーくんの生前の姿がですね、ちょっと画像あるかな。生前のウィザードボニーくんの画像ある、生前ウィザーボニーくん。あ、ありましたね。はい。これが一応生前のウィザーボニーくんなんですけども、今回登場したウィザードボニーくんって、顔が今なかったじゃないですか。生前のボニーくんですね。で、今回顔がないじゃないですか。そして、今回主人公が被る、フラフ2でさ、フレディさんの側被るじゃないですか。あの側を被る必要があるんですけども、今回フレディさんの側じゃなくてね、ボニーくんの顔を使ってるんですよ。なんで、被るときにメガネついてるんですよね。いますよ。ほら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 、これ。これ。いや、色合いがよく見て胸、あの、青色っていうね。はい。ということで、さあさあさあ、行きましょう。オルゴールはスペースボタンですね。これね、スペースボタンで、何これ全部できちゃうんですよ。あの、マウスカーソルここに合わせる必要もないです。はぁ、チカちゃんこれ好き、ここのチカちゃん好き。あとね、よく見るとね、ほら、足元にフィギュアがあったりするんですよね。いいねー、あ、なんだ、ごめん、よし。負け、危ない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 。あ、ちょっと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 大丈夫かな、待ってな、これして、あこれあれか、あのフレディの側、じゃああれか、あのボニーヘッドをフラフ2でしたら、ボニーヘッドをこうさ上げる、目の前にアニマトロニクスがいたら、フレディ、ボニーヘッドをこのなんかその外せなかったはずなんですよ、フラフ2でした。今作は目の前にいたらアホみたいにさ、あ、外しますってできちゃうんですよ。それはちょっと誤作動の原因になるな、危ねえな。おお、テレビがついてるけども、ほら、ジュニアーズとか、ほら、ボニーくんのなんかいろいろありますね。チカちゃん、チカちゃんパネルとか。あと、まっこ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 。うわフレディおっかないね誰だ、ボニーくんかな、ボニーくんですね。はい、このゲーム性もいいんですけど、やっぱりジュニアーズといえば、お化け探索、お化け創作ゲームが楽しいんで、早くクリアしてカスタムライトもしたいんですよね。あ、フォクシー君、フォクシー、そう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 、消えた、オッケー、連、よし、あ、めちゃくちゃあんじゃん、うっ、だだだだだ、パナップできんのかな、あ、ペッ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 ペ、やばい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 、終わりです。あー、チカちゃん、あのね、あのめちゃくちゃシビアなんですよ。なんか知らないですけども、あの違うな、なんていうのかな、アニマトロニクスがひっきりなしに襲ってくる頻度がめちゃくちゃすごくて、あの
フラグ2以上かもしれないですね。アニマトロニクスが来る頻度。本当にパペットのオルゴールは常に巻き続けないといけないぐらいですね。はい、プラス、バルーンボーイも、うろついてるんですよ、店内に。あ、いない。え、どこ行った？え、どこ行った？おい、おいおいおい、ちょ、バルーンボーイどこ行った？あの、ほぼ人間、ほぼ人の子供みたいなバルーンボーイがいるんですよ。人の子供っていうか、人間の顔したやつがいるんですけども。おはい、へいって言ってますよね。あと、このゲームが6時までだとすると、めちゃくちゃ電力節約しなくちゃいけないんですよ。1ゲージ1時間だとしたら、もう使い切っちゃうんですよ。つか、1ゲージ1時間だったらもう全然足りてないんですよ。危ない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 、ちょっと待って、これ、間に合うか？これ、一気に足来たらやばいぞ。危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと待ってこれやばいんじゃないか。ほいほい、危ねえ危ねえ、いないな、いないな、バルーンボーイもいないな。負けバルーンボーイはいないな。あ、フレディいる。危ねえ、ちょっと待って、大丈夫かなこれ。集中するか。やばいんじゃねえか。あー、やられた。これだよ。これが難しいな。その時間が足りないからフレディがいなくなった瞬間に側を外そうとするんですけども、そこを先にやりすぎちゃった。あー大変だ。よし行くぞ。ちょっと待って、集中してやります。ちょっとあほらほらほら、これこいつ消えた。はいはいはい、開く。バルーンボーイとか、バルーンベイビーくんは、ベイビーって、我々フラフ2の、フラフシスタロケーションの女の子のベイビーを思い浮かべますけども、今回のキャラクターはバルーンベイビーって言うんですけども、バルーン、だから、ボーイよりも赤ちゃん、もうほぼ赤ちゃんみたいな顔してるから、バルーンベイビーなんですって。これぐらいでいいか。これぐらいひっきりなしにした方がいい。あっ、ドド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 ド。おっ、ちょ、でも大丈夫。誤作動起こしてもないやつ。負け。わあ、チカちゃん来るの早くないか。ちょっと待って、15秒に1回ぐらい来てません。負け。ああ、危ねえ。危ない。負け。うわあ。お、敵気づきだって。なんでこんな来んの。負け。よし。バルボーイはいねえな。BGM かっこいいんですけどね。今フォクシーいなかったか。今来ません。なんか横たわってるフォクシーがいた気がするんですけども。よっ、ちょっ、バカ、違う、負け、おっと、危ねえ。おっしょ、なんかそろそろバルーンボーイ来そうな気がする。やばい、これほんとこれミスできないんだけど。ちょっと待って、これほんとつらすぎるこのゲーム。待って、はい、巻く。くそ、やばい、これ時間大丈夫か。負け。あれ、こっちだ。忙しすぎる。よし。とりあえず一息ついたか。よし、とりあえず一息ついた。あ、ホクシ、待て、連打。ドゥ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 ン。アレンジなんだ、BGM。ダッダン、ダダダダン。まだ維持ならないな。いなくなれ。よし、来た。危ない、こんな、危ない。もうちょっと時間かかりすぎ。勘弁してくれ。もう許しちゃって。
許してくれ、許してくれ。もうこれつらい。時間も全然足りないんですけど。待てな、はい、開け、巻いて巻いて、うわっ、こう、よし、はっ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 、北斗、消えた、消えろ、待て待て待て、これ巻いた方がいいな。あー待て、こうだ、あ、なんだなんだなんだ、こっちまで、しゃしゃしゃ、ちょっと、なんだなんだ、何もできない、待て、ちょ、何、ああ、どういうこと、あ、ちょっと、動かせない動かせない、なんか俺、ちょっと違う、ちょっと、ん、フレディ、ボニー、チカちゃん、待て、You know, you know you can't be here、君、あなたはそこに行けない。Don't make a discernment, beward the mangle! これ、マングルなんじゃない？ちょっと待って、これ、アニマトロニクスの、ちょっと待って、ちょっとこれ、なんか、やばいんじゃないか、これ、待ってくれ。時間は止まってる？そして、時間止まってる。あ、全員入ってるね、これ全員入ってるね。うわ、わ、これ、もしかして、マングル来るじゃないの？だってマングルいません、今のところ来てないですもんね。ほら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 。ドゥテッ、なんかすげえ、ダブステみたいな。おぉ、これ来るじゃないか。これ、え、どうだ、ちょっと待って。ってことは逆に、今までよりかは忙しくないんかな。逆に、さっきまですごい忙しかったもんね。はい。で、100%! うわ、マングルの BGM だ！うわ、曲もちゃんとなってる、おしゃれに。で、ちょっと待って、何もできないですよ、まだ。あー、来るじゃない、これもしかして。うわ、なんか始まった、ちょっと、ごめん、パニックだった。うわー、いたマングルさん、音がでかい。もう何もしなくていいのかな。ちょ、待って。どこいる、いない。あ、わかるよ、手がいっぱいありすぎ、マングルがどこにいるかわかりまへん。ちょっと待って、いる、目の前、なんだ、うわ、あ、チカちゃん、あ、手が、あ、ちょ、これでいいのか、消えた消えた消えた、よし、わからんけども、マングルいる、ちょっと待って、情報が多すぎて、私は何もできません。待てな、あー、いるね、なんかいるね、とりあえず、え、どうすればいいの俺は。とりあえず、え、なんだ、あー、いて、ブラ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 、あー、マングルやられた。わからん。え、これ毎回ここまで行かなくちゃいけないの、つれれ。これクリアできるかな。いや、待てよ、ちょ、ごめん、あの説明文全然読んでなかったわ。はー、でも、あそこで一回一息つけろってことですね。マングルが廊下に現れたらライトを使ってください。オッケー。ああ、じゃあ行くぞ。ああ、なるほど、こういう感じか。と、マングルからやっていいんですか？マングルからやっていいんですか？ありがとうございます。俺また、最初からすらなくちゃいけねえのかと思ってべえ。ちょ、みんなちょっと待って。じゃあ、あの、開発者さんの優しさに触れようぜ、みんなで。ま、ザ・マングルはここにいます。彼女のフクロウの尻尾に気をつけてください。彼女は通気口からあなたのオフィスを覗き込むため、それ使います。マスクをつけてください。彼女がいる場合は廊下で彼女にフラッシュします。カメラで幽霊を見つけて彼女に光を当てるとカメラが壊れ、最終的にあなたの光が壊れます。あ、カメラは幽霊を見つけてしまうとダメってことかな。まあ、でも、まあ、とりあえず、廊下、正面の廊下にいる、あと左右から、あと、袋、はぁ、なるほど、皆さん、そう、ちょっと待ってな。これ、いっぱい言いたいことあるんですけど、そう、マングルってもう一つの頭あるじゃないですか。ちょ、音でかい、大丈夫。マングルのもう一つの頭って、なんだか分かってなかったんですよ、今まで。で、僕の中では、腹話術人形の頭じゃないかっていうふうに、僕は、思ってたんですけども、この世界ではマングルのもう一つの頭はフクロウらしいっすね。いいね。フォクシーくんの肩に乗ってるのがオウムだからマングルはフククロウって感じか。いる。うわ、この布のボロボロ感たまらねえ。なんかチカチカしてるんですよね。これなんだろうね、チカチカって。あれ、これ電力こっからもしかして。まさかと思うんですけど、電力こっから、ちょっと待って。まさかと思うんですけど、これ電力さ、ちょっとごめんなさい。ちょっといいですか？あ、これがフクロウか。ちょっと、一つ、すいません、先生、質問です。ここで一度オートセーブ入ったんですけども、この、オートセーブはこの、僕の電力、これ、あ、
違うな、これ。ちょうど3つか。オッケーオッケーオッケー。いいんだな。じゃあ問題なしですね。はい。こっから3、こっからもう3つで何とかしろって感じですね。オッケー。ゲームエリア。そうですね、パペットがいなくなったから逆に荒らし、いいっすね。あ、いた。あ、これがフクロウくんだ。あら、かわいいね、フクロウくん。ちょっとフクロウくんのジャンプスキャン。あー、オッケー、あなた。フクロウくんのジャンプスキャン。あ、ちょ、今思ったんですけど、これさ、ボニーくんのメガネにさ、度が入ってません？ずれてません？これ。俺メガネ描いてたのか、メガネ描いたことないんでわからないんですけども、なんか、ボニーくんの部分のメガネだけ、なんかちょっとずれてたんで、多分あれ、度入ってますよね。細かっ。いいね。つうか、これ、ゲーム性途中からやらせてくれるのほんとありがたいわ。あ、いた、今いた気がする。消えちゃった。いなさそうっすね。ただいる？いないね。あ、来るかな、来るかな。待ってな。あ、来た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 。よしよし、かぶる。はい、これでマスク被ると、お、オッケーオッケーオッケー、いなくなった。そしてなんか、あー、これね、これがつくのね。はい、オッケーオッケー。で、あ、なんか、うわ、幽霊！幽霊いたよ、今！幽霊いる！人かっか、これ、これが、もうガチ幽霊！待ってくれ、ガチ皆さん、フラフでガチ幽霊見たの初めてなんですけども、今までなんかその、だいたいアニマトロニクスがさ、幽霊なんか憑依してるとかありましたけど、今の、ガチ幽霊がいましたね。あと俺の場所変えよう。オッケーオッケー。よし。幽霊は探さなくてもいいみたいですね、あれなんか。多分。見ちゃうとダメみたいな感じですね。うわー、でかー！これだから、全員分のアニマトロニクスを合わせてからめちゃくちゃでかいんですよ。うわー、いいなー。つかこれ、チカちゃんのカップケーキにろうそく、チカちゃんの頭にカップケーキついてるな。いる？いるね。かっこいいね。ああ、え、ごめんごめん、わからん。ちょっと全然わからん。今何した？つか、もう一回見ていい？マングルは何すればいいんだっけ？マングルは、彼女が廊下にいたらフラッシュ。で、幽霊に光を当てちゃダメなんですよね。だから、フクロウとマングル、だからいいんですよ。だから、カメラ見る必要ある？って思うんですよね。結局だから、左右にいる、フクロウを見て、廊下にいるマングルを照らせたからって、カメラ見る必要ない気がするんですけども、どうなんでしょうね。ちょっとやってみましょう。来た。来るか。来た。あ、ちゃんとニュンって出るアニメーションあるんだな。いいね。よし、消えた。ちょっと今度は、あ、オッケー。ほら、ほんと結構な頻度で来ますもん、こいつ。え？あ、違う、これなんか、結構 BGM になりますね。なんか、ドゥルッドゥルルルみたいな。ね、なんか割とさ、なんか音でわかるね。ほら。わかりやすい。え？これでいいの？わからんけど。あー！なんだ！うおー！逆に照らさなくちゃいけないんだ。あ、オッケー、また、あ、カメラ使えなくなった。あ、そういうことね。あ、ライト使えなくなったら多分これマングルに殺されるんだ、俺多分。あ、死んだ。フレディ、正面、だから、やっぱ監視カメラで幽霊を確認して、だからバルーンボーイみたいな感じだ。あ、つか、俺にさ、これ見てた。ほら。画面がさ、ほら、ずれてっからって、ほら、マウスもほら、ずれてる。うわ、すげえ、よくできてるね。次、よくできてる。いいゲーム。よし。さ、では、幽霊も探しつつ言いましょうか、次。多分、最初は大丈夫なはず。まずは、この辺はだ、曲がね、盛り上がるから、今から。ええー、ってー。
この辺、この辺。この辺からね、だんだん曲が盛り上がって、来るぞ、ほら、はい。こうなって、こうなって、3時から実質始まっからって、すべてが。次、フクロウが来たらちょっと、はい。あ、フクロウ来た時、ちょっと結構音分かりやすいね、割と。ってな。で、幽霊探そう、幽霊。いる？いないね。あ、いたいたいた、来た来た来た。違うか、壊されてないか、まだ壊されてないけども、あの幽霊をまだこれ見つけられてないっす。ちょっと待って、袋結構な頻度来るな、これ。あ、いた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 、今いた今いた今いた。あ、壊された、壊されてない、壊されてない。オッケーオッケー、今のいいんだ。なんか今手ありましたよ、手手。皆さん、おわ おかピザピザのおかわりいただけたであろうか。待ってな、正面、マングル正面。ああ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 、見た、マングルさん、マングルさん、俺、殺してくれ。俺を殺してくれ。待てな、これね、多分いるね、いるね、いて。もしかして分かりやすくなってる？あ、なんか今、あのさ、監視カメラに、あの、びっくりマーク。これ、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 これ。あー、壊されたか？いいのか、いいのか、いいのか。あー、ちょ、電力ないぞ、電力ないぞ。あ、これ、なんか、いけそうかな、微妙臭いけども、あの、さっきね、あの、お化けが出た場所に、あの、三角マーク出たんですよ。これ、頑張ればいけるか、説明しまくれば。実質だから、マングルが、あ、なんだ、あ、そう、マングルが正面に来なければ、あと勝ちなんですけども、どうだ、これ、ちょっとこれ、いけんじゃねえか、これ、頑張れば。待って。チキ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 チ。いや、おい、もう十分十分十分。もうちょっと遊びたかったからって。まだ全然こういうと攻略した気になってないからね。オッケーオッケー。もうちょっと説明していこう。で、なんかね、俺のなんか予測正しければ、今さ、あの、何？なんか、ここに三角マーク、あの、パペットのオルゴールやばいですよマークがついたんですよ、ここに。で、なんだここってやってみたら、手の、あれがあったんですよ。あとね、これなんかあの、あれですね、別に明るくしなくても、幽霊の痕跡わかりますね。ナイトシフトモードなんてかわかんないですけど。ありがたい、ありがたい。あ、よく見ると、これあれですね。あの、フラグ2の、あの、オフィスにあるイラストをちょっと、パロディした感じですね。結構フラグファンの方でね、これ作ってる人いるんですよね。これ、あの、こう自分で絵描いて、飾ってる。ん？来た。これでいいんか、これでいいんか、よし、オッケー。よし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 、いいぞ。お化けのあれは痕跡はなかったっすね。あの、あ、痕跡、お化けっぽいの見つけたんすけども、別に、あ、あたたたたたたた、どうだ、オッケー。よしよし、今のところかなりいいです。はい、来た。なんか音、BGM がなんかなくなっちゃった話。マングル正面いない、もしかして。あ、これ袋。
い、オッケー、よし。オッケーだけど、待ってな。とりあえず、これ。電力はある。待ってな。おっ、ぶね。よし。かぶる。うん、今いた。オッケー。これでオッケー。なんか、ビールリリリって言ったらオッケー。ただ、あっ、危ない。ほー、いた。ほー、クロウ君、こんにちは。あー、これ、いや、結構やっぱり電力が足りないか。そっか、監視カメラ見てるだけでも電力持ってかれるもんね。あとこれね、あの、何、ノイズ、あの、監視カメラをね、見たとしても、マングルが移動中とかだとね、あ、違う、もう電力ねえじゃん。あった。あ、これいけるか。これ、これきついな、もう、一か八かだぞ。本当にもう電力、もう見るしかない、見るしかない。これちょっと待って。うわ、これ電力ゼロだ。待って、ちょっと待って、これいけるか。あ、消えなくなっちゃった。いや、これもう、これ、これマングル来ないことに祈るしかない。頼む。ただマングルさんいらっしゃい、めっちゃ見てる、こっち目がいっぱい。俺を見るな、俺は見るな。あ、頼むわ。そりゃそうだよな。いやー、いるな。いやー、これもう、でも見える見える、全然理不尽じゃない。なんだろうな、あの、多分ね、あの、お化けがいないのに確認する回数が俺3回ぐらいあったと思うんですよ。それをなくせばいいんですよね。あ、楽しい、楽しい、このゲーム。いいね。なんでこんなにマネキンがあるのかねって。その、FNAFにはそんなマネキンって必要ないですかね。アニマトロニクスたちが運んでんのが、アニマトロニクスのパーツじゃなくて、マネキンだったんですよ。全部。それもなんか関係あるのかなって。マングルが全身マネキンでできてるんだったらいいんですかね。フクロウ君はどう思う？わかんねえ、書いてる。わかんねえって書いてみました。で、お化けも多分ね、3時、俺の予想3時半ぐらいからじゃないと出ないと思うんですよ。もうちょっと待ってもいいと思う。序盤、ここでいかに節約するかですね。だって、1回目やった時になんか全くお化けのことわかんなくても結構後半までいけたってことは、ね、あ、ほら、ほら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 、やっぱり、ついてるもん。ついてる。やっぱりなんか危なくなったら三角出るからって、これでいいんだよ。いや、優しい。え、なに、こんなんでいいの。だから、そうそう、だから今見たと思うんです。皆さん今見ましたよね。本当にお化けが来たらあれで教えてくれるんですよ、三角マークで。え、こんなんでいいの。あ、いる、いる、もしかして。あ、いない。え、なに、なに、これ、この三角なんなの。じゃあ、わかんない、この、あの三角なんなの。三角あったりなかったりするんですけど。あ、あった。今あった。ただ、前よりかは節電できてます。全然。あー、しょ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 。オッケーオッケーオッケー。次、フクロウくん来てから考えましょう。おう。あー、え、いた、もしかして。いや、もったいない、今。いたっけ、いなかったと思うんだけども。え、いな、え、なんだ、今の。オールいたんだ。いや、気づかなかった、見えなかった。まあまあまあ、ちょっとまあいい。全然全然理不尽。あー、そう、監視カメラ見なくていいんですよ。この時間はね、フラフグッズをね、紹介する時間に当ててもいいぐらいね、何もすることないです。3時までは本当しなくていい。なんかないかな、フラフグッズ。あ、ちょっと、じゃあ皆さん、ま、今回マングルが登場しておりますから、ちょっとマングル経由で今日これ用意したんですよ。実際のアニマトロニクスにも女性のキツネのアニマトロニクスがいたんですよ。私それをね、持って、あぶ、はい、それのも私、アニマトロニクスの側を持っております。これ、かぶるとめちゃくちゃ痛いです。さあ、というわけで始まりました。あ、痛い、あ、痛い、よし、2回目か。今いた。よし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 。
いるな。来てるね。はい、オッケー。オール君。オール君かわいいね。これね、これ。この、あ、いた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 、手ある手。かぶる。いる気がする。あー、死んだ。あ、正面かー。そっか。くっそ、難しい。節電しようとすると今度ね、マングルのこと忘れちゃうな。いやでもね、おもし、いいぞ。よし。これぐらい、今何時？まだ1時間経ってないでしょ？ね、最終夜ぐらいね、1時間ぐらいかけないと。どこ？なんだっけ俺、1時間半かけたんだっけ？ジョイオブクリエーション。あー、まだこんなことやってた。今日これ被ってなかった。すいません。さあ、行きます。作者も想定しないインターブル。他何あるかな？あ、そうだ。はい、皆さん。エグザティックバターズ。エグザティックバターズ。なんかエキゾチックバターのなんか、なんだっけ？でも飛ばない袋はありましたね、これも。あった。待って、オール君来た。かぶって。はい。で、移動やめて。あ、いた！オッケー。よし。はい。消えた。多分幽霊まだ多分来ないと思うんだけどな。うわ、ちょっと待って、いない。はい、正面いない。あ、いた。あ、どこだ、どこだ、俺どこでいた。あ、いた、ここだ。あっぶれ、ひぃぃぃぃぃ、正面いない。オッケー。わあ、マングルさんのラスボス感半端ないね。わあ、2回連続で来たよ。あ、手あった。すっごい今回調子いい。すごい調子いいぞ。節電もできてる。あー、くそ。あー、これ、あー、これどうだ。足りるかな。待って、あのね、霊が全く見当たらない。いないのか、俺が見つけられてないのか、どっちかだな。なんだ？ああ、ちょっと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 。いた！よし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 よし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 ！いいぞいいぞいいぞ！もう行ったべ！もう行ったべ！これいけるぞ！いけるぞ皆さん！これはいけるぞ！よし！もうこっから霊が、何？襲ってくることはない。多分ない。あと20秒。1、はい、よし。ジャッジ、10、17、16、15。あー、マグル。はいはい、はい。待ってね、はい。なんだ、画面が、あ、壊れた。はいはい、5、はい、4、はい、3、はい、2、はい、1、はい、クリア。やりました、初のイエーイ。やったー、クリアだ。あー、いけたー。おー、よし。お、これ、あ、これ子供ですよね。Let me in。 私の中。これ、この子が悪霊の正体？わー、笑った！お金、普通に、今実写？実写化ってぐらい結構滑らかだったんですけど。おー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 、終わりかな。中に入れろ。あ、これ主人公っすよね。うぇ、ここはどこだみたいな状態っすよね。はい、はい、はい、はい。あ、これオープニングと同じっすね。あれ、ピーって大丈夫？これ、死んでない？この、心拍数ゲージ、大丈夫？ What? I'm back. 私は戻ってきた。
マスト。彼女は私の頭に浮かんだに違いない。あ、女の子だったんだ、お化けは。そしてなんか別に、なんだろうな、その、パープルガイみたいな、そういう大人の悪いやつじゃないみたいですね。あ、ほらほら。言ってますよ、皆さん。ポールベアどこにいるって。ほら、ポールベア君はね、主人公と一緒に、少し行きましたよ。あ、いた！おでかい！ Please don't hurt me. なんだ、ハートってなんだ。私を傷つけないで。傷つけない、傷つけない。どうしたどうしたちょ、どうしたなんで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 、あ、そういうことか。おい、おい、やめろ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 。え？これどういうこと？待って、ちょっと待って。え？これ主人公って、え？子供じゃない？え？大人？え？待って。いろいろわからん。私はあなたがずっとここに行くこと知っていました。え？待って、違う。主人公の字幕って、白じゃなかったっけ？主人公の字幕は白で、ポールベア君の字幕が黄色で、青だから多分これ別ですね。はい。あなたがここで座っている間、私はその衣装の後ろで待っていました。あれ？これ。まさかと思うけども、ポール、まさかと思うんですけども、実はポールベアが殺人犯で、その、幽霊になっ、だから、言ったらだからほら、この女の子がクライングチャイルドで、主人公はそのクライングチャイルドを何とかしようとするパープルガイに騙されてるみたいな、そういう可能性ない？ちょっと見てみよう。いやー、これどうだろう、わからん。でも、あんだけ熱いさ、会話やったんですよ。これで、君との会うのは最後かなみたいなこと言ってたんですけど。いやー、ちょっと待って、見てみよう。あなたの小さなパペットの一つが、本来あるべきでない場所に、を見るのをとても辛抱強く待っています。本来あるべきではない。ちょっと見ていきましょう。パペット。パペット別に今作そこまでなんかストーリーしてない。あなたとの仕事が終わったら、あなたの小さな人形を持って頭蓋骨を割ってみます。あなたとの仕事。ノット。え、いや、待って、ちょっと待って。え？いや、わからん。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え？主人公の字幕って、白だっけよね、多分。今回は違います。第三者いる感じじゃないか。ちょっと待って、ちょっと自分の動画見ていい？そうっすよね。やっぱりその、主人公くんの字幕は白だから、やっぱりこの、青は、なんか、ポットでじゃないですけど、登場したキャラクターですね。違う、今回は違うよ、と。お、そうなの？ Let me ask you this. なんたらかんたら。じゃあ、証明してみてよみたいなこと言ってんのかな？見てみましょう。質問させてください。彼が今あなたの精神に復讐できると思う理由、あ、俺やっぱりだから、第三者。あ、だから、じゃあ、ポールベア、質問に答えてよと。彼、だから俺のことっすね。だから今、だから俺はもうさ、はーって、俺はこう、はーって見てるんですよ。彼が今あなたの精神に復讐できると思う理由は何ですか？あ、俺はハイヘイドしか聞いてないですけども。いいっす。いつこう、どう、はっ！あ、あ、ちょっと待って、え、わあ、ちょっと、これ、これ、いいのか？これ多分これ、終わりだっつって、俺が後ろからさ、ハエーってこう、こう何その、後ろで実はさ、こうなんか何準備しててさ。あって、ハエーって聞いてて、二人で喧嘩してる後ろで、うわーってこうね、俺の持ってる。俺の一応、護身術、石術でこう、チカちゃんの石持ってるんですけども、こうやって、ガゴーンってしてるんですよね。あーってなって、これどうなんだ本当にやってよかったのか。あ、終わった！え？アクターファイブイヤーズジュニアーズリオープンした。どうなんだ、いいのかこれって。いや、わからん。待って。一部の企業はまだ会社に対してやや疲弊的な印象を持っているために、大幅なブランド変更を行うことになります。はい。パズベアエンターテインメントはこれまで以上に家族の楽しみと何よりも安全に取り組んでいます。ちょっと待って。え？
彼らはこれらの新しいアニマトロニクスに大金を費やしました。はい、これはジュニアーズの後の話ですよ。とにかくジェレミーいつ始められると思う？ジェレミー、こっからフナフ2。ってことないよ、今までの話はフナフ2の前ですよね。ジェレミーいつ始められるっつってか、ほっと、これ本当にこれでよかったのか、これ本当にこの選択肢は正しかったのか。いや、でもあポールベア君があのボニー君の顔はめパネルに出てくる。ほら一応ね、そう、あのね、5夜目なる前にポールベア君と主人公が何最後誓うんですよ、一緒に終わらせようみたいな。なんかどうだ、でもいいのかなこの話で。ちょっと音でかいかな、ちょっと先。パウリー、いやこれちょっとね、あのね、実は選択肢があったんですよこのゲームには。はい、これ音でかいね。このビデオテープ、これを見るかどうかの選択肢があって、そこが一応ね、選択肢エンディング変わる気がするんですね。ああ、ガルル。なんだこれ。ヒゲついてガルル言ってますけど。あドゥ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 。ドゥ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 。なんでフラフ 57? あ、違う、これ。こっち来い、これ、フラフ5、これ、あれだよ、あれだ、フラフ6の、あの、レースゲームのやつだ。いや、待って、これ。いや、これ、待って。良くないかも。いや、良くないかもしれない、これ。あのね、フラフ6の、これ、BGM なんですけども、これ、BGM の内容っていうのが、パープルガイが、女の子を、ああ、やっぱりちょっと、やっぱそうですよね。そう、これ、本編に出てきたジュニアーズです。だからこのジュニアーズが、の、うわぁ、閉店した。ジュニアーズが登場した時のパープル街のレースゲームの BGM なんですよ。ドゥドゥディディ、ドゥドゥディディってなんですよ。ジ・エンド。ハテナついてない？大丈夫？割っちゃった？割った！星ついた。フリーモードって何？フリーモードって何すか？ただでやれるんですか？いやー、ちょっと待って、ちょっとあのね、まだちょっと終わりじゃない、まだ続きやります。ちょっと引き続きってやっていいですか？もうちょっとね、感想は後からします。フリーモードって何？ただで遊べんの？どっかできるの？フリーモードって。おお！なにこれ？なにこれ？待って、なんか増えてる？なんか増えてたりする？変わらないような気はするけども。あれ？あ、なるほど。こっち行くか、あれ？行けない。え？ちょっと待って。え？あれ？ポールベアいない。あ、ちょっと待って。なんかいっぱいある！あるぞ。ちょっと結構ある。ちょっと待って。なんだ。取ります。取れない。あれ？あ、ちょっと、なんか取った。チリリン？取ったけど何がゲットしたの？ないっすね。まだ話終わってないと思います。取るもの取るぞ。ね、このフランシスコ・ザビエルみたいな、あの、あれがあるんですよね。4つかな？ 5 つかな？ギフトボックスはだいたい4つか5つなんですよ。パペットが子供たちに魂を入れ込むときに、ギフトボックスを魂の比喩として使ってるんですよ。なんで、4つの可能性がでかいですね。フレディ、ボニー、チカ、フォクシーにそれぞれ与えてるんで。どうだ？なんか変わったりする？ゲームが遊べ。あ、なんだ？なんだ？ちょ、なに？ちょっと待って、嘘。さすがに多分、そういうゲーム風のやつでしょ？遊べないでしょ、実際に。
そんな。皆さん、このゲームは、ちょっと待って、ちょっと情報が多すぎる。待って、ちょっと待って、まだ、ちょっと、やることいっぱいあるからって。ん？はいはいはい。フリーモードね。もう一回フリーモードするよ。全部俺プレゼント集めたからできたのかな、今のって。ん？ちなみに、もう一回行こうとすると遊べる。で、ギフトボックスはなくなってます。はい。これ入るとどうなんだろう。ちょっと入ってみますね、一回。なるほど。はい。これ多分、フナフ2、あのモードに切り替わるのかな、多分。一応見てみるか。フリーモードっていうのが、多分、そういう、でもコンティニューで、フリーモードになっちゃってるからね。これ普通に1夜目、2夜目やりたい場合どうするのかね。変わってないよね。見てみようか。あ、いる。よし。オッケー、わかりました。ちょっとじゃあ、ちょっと、謎のボニーくんゲームやってみますか。よくわかんないですけど。あ、なんだ？え？なに？ちょっと待って。え？歩き回る何か？これ多分ミニゲームかな？皆さん。多分これ1、2、3、4、あ、やっぱり4つあるね。4つ紙があるってことは多分プレゼントボックスのあれと多分同じですね。はい、皆さん。多分これゲームのなんか何かだと思うんですよね。ちょっとやってみます。はい、OK。じゃあ、フリーモードでゲームします。多分ゲームはいつでも遊べて、このプレゼントボックスで何か多分隠し要素ができるってことなんでしょうね。あ、ただ、なんだろう。悲しいな、いなくなっちゃって。これはゲットできないやつか。じゃあ。あおちょっとごめん。画面ね、ちょっとあれしよっか。僕が邪魔になってっから、ちっちゃくして、レトロゲーム配信風にする？こうやって。こうして、はい、皆さん。はい。唐突に。確かにでも一応、ボニーくんがサングラスかけてっからって、一応、このゲーム用に作られたゲームっぽいですね。そう、なんか開発者が合同で作ってる。なんだこいつ、モグライッツ、おい、新キャラクター、モグラ踏めんのかな。あ、バイーン、ボニーくん。踏める。結構いい BGM。 え、なんかこれドッキリ要素あんのかな。時間が一応あるんだな。はい、こっちはいけないっすね。下に降りんのかな。はい。モグラ来た、モグラ、ビャイーン、うっ、あー、はい、これは岩は大丈夫、はい、あ、ベッドだ、寝る、え、寝れるの、え、これ大丈夫、よし、オッケー。あ、なんか、あ、モグラくん、なんか星のカービィ3のバタモンみたいになってますね。一生会えないやつ。はい、え、これ、なんか、怖いんだけど。あ、なんだ、え、これグリッチある、もしかして。これなんかグリッチありそうっすよね。なんかその、壁抜けがある可能性があるんですよ。今までの、フナフシリーズ的に言うと。あと、これが明らかに壁の中にあるもんね。こんにちは。あー、ごめんなさい。BGM 聞こえなかった。音ちっちゃいのかな？ごめんなさい。はい。さあ、どうでしょう、皆さん。はい。音、ごめんなさい。はい。結構、ビョイン。はい。結構かわいい。ごめんなさい。じゃあ、ちょっと、音、ちっちゃくしてたみたいですね。あ、これもしかして？グリッチだ。グリッチっていうか、暗闇世界か。はい。よくできてる。はい。で、これはなんか、いいことあんのかな。これは普通にこういうゲームがあんのか。なんかそれか、もしかしたらこのモグラのキャラクターに殺されるとめちゃくちゃ怖いジャンプスケアがあるとか。ちょっと行けるとこまで行くんか。壁、行けない。しゃがみもできません。あ、
も、こっちは、なんか、あ、いけたいけた、よし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 、行きました行きました、はい。ああ、びっくりした。普通になんか、ホラーかと思った。ここにトゲがあるね。あ、いけたいけたいけた、出れるこれ。あ、出れた出れた。よし、OK。BGM 可愛いでしょ。さあ、ちょっととりあえずやれるつかね、なんか下に時間があるんですよ。で、こういうゲームって昔のドット絵ゲームって大体さ、制限時間があるんです。アーケードゲームってそのずっとやらせるわけにいかないから。ただこれアーケードゲームなんですけども、その制限時間があるんじゃなくて、逆にその分刻み、何分でクリアできるか的な感じのあれになってますね。あとね、単純に体力がすごい少なくなってきてるんで、ちょっと死にたくないですね。こんな時間かけたんで。取れるだけ取ってみるか。100ぐらい取ったら回復しないかな。98。ただのゲームってことはないと思うんすけどね。99！ さあ、100は？なんもならなそうな気はしますけども。危ねえな。危ねえ。ああ、危ない！やばい！つかな、これ。一回クリア目指した方がいいかな。結構長そうですね、これ。はい、こっち。あ、なんか、なんか明らかに、あ、はぁ、見える見える、ちょ、グリッチ。つか、別にこれ、大画面してもいいよね。大画面にして、俺をなんかちっちゃくすればいいんだな、単純に。ごめんなさい、これぐらいでやります。ここら辺の人参がグリッチってるんですけども。この辺、入れたりしないか。死にたくないね。えいっ。かわいいね。ほら、もう明らかに近未来か。これだんだんフラフっぽくな、これダクトじゃねこれもしかして。ダクト。つうか多分全然隠し要素あると思うんですよ。さっきの紙見る限り。はい。ほら。これ、ちょっと、大丈夫かな。うわー、やっぱりだ。ほら。あ、戻っちゃった。やっぱり。おお、あれ、勝手に動く。ちょ、何もしません。え、これ大丈夫なのこれ。危ない。あ、なるほど。それなんかそういう系ね。あ、ゴールデン人参がある。こんなのは別にないね、今のところ。これで、シャバーつって。なんか、大丈夫。終わった。え？あ、なに？え？あー、楽しかったなーで終わり？もしかして。終わっちゃった。え、なんだろう？なんか絶対あると思うんですよね。ハイスコアが、あ、ポール B。3分50秒。3分50秒を超えたらなんかもらえるのかな、もしかして。ちょっとじゃあ。いて。3分50秒ちょっと超えたいと思います。あ、ちょっと、やり直したい。やり直したっすね。3分。なんかこの辺怪しいんすよね。なんかこの辺があれっぽいよね。いいか。3分50秒超え、今んところ、ポールベアのポール、だから、ポールベアくんが、あの、霊的な世界に閉じ込められて、暇だからって多分このゲームやってたんですよ。だから、ポールベアくんのハイスコア記録があるんですけども、これ主人公はその記録を、抜くことによって、主人公の名前が判明するんじゃないですかね。ジェレミーになるとかさ。うわ、これちょっと、おしゃれ、これすごくないですか？主人公の名前が本編でわかんないけども、ゲーム内でアーケードゲームをクリアすることによって、主人公、クリアした時の名前入力で主人公の名前がわかるみたいな。すっげえダッとした、これすげえおしゃれなんですけど。すげえ、センスやばくないですか？だとすると。
で降りちゃっていいよね、これガーって。いいね。だとしたらいいなって感じなんですけど、まあ、これが現状本当に今やってるのもポールベアクの可能性ありますけどね。その主人公は一応その全てのあれを終わって、これがちょっと謎なんですよ。あれいけない。あ、はあ、なにこれ。ある程度のコス、あ、うわ、書いてる。皆さん見てくれ、ここ100って書いてる。100個取らないと来れませんよっていう。よくできとる。あ、でも逆にこの状態で戻ってやれるんだ。100個以上、100個見つけて。なるほど。これきついね。かわいい、でも。あ、敵もやっぱバグってるね。あ、皆さんほら見て。なるほど。ほら、バグることによって、内部が見えるっていうんですかね。そのなんか、通常、ほら、目隠し、ね、その、俺がさっきグリッチ世界、裏世界入ったじゃないですか。あれが、これでわかる。いてて。死んじゃった。オッケーオッケー。え嘘。あ、こっから始められるんだ。ありがたい、ありがたい。あ、でもこれはこれでありがたいか。よし、ちょっとこれでいきます。あ、すごいな。そういうあれなんだ。つか、どこまで優しいの、これ。グリッチ世界になった。なんか、ちょっと、バルーンボーイワールドっぽいっすね。さっきの流れだとね、本当にこれ全部集めないと、客ならないよ。モグラくんはそんな変わんないね。ボニーくんがさ、なんか、ミニマルサングラスしてんじゃないですか。モグラくんもなんか一応ミニマルサングラスしてるイメージありますよね。そのキャラクター的な意味で。ここね。スライディング欲しいね。あ、ほらほら、すげえわかる。すげえある。あ、ちょっと。あ、これ。ここあぶね、ダメだな。これで出て、これどういうルートで行った方がいいのかね。あそこむしろここ渡んない方がいいのかもね。一個二個のために渡るの死ぬリスク考えたら。87、もうちょい。あー、もうちょい。90 90 91 92 93 95、もうこれ多分56個ぐらいあるでしょ、その辺に。ちょっと行きます。多分6個ぐらいある。ただ5、あと1分10秒、1分10秒かいけるかな。あ、はい、95。なんか全然ホラーゲームじゃないですけど、ホラーゲーム。ちょっと待って。96、あと4つ。うわ、ない。うわ、ない。ひえ、これやっぱ全部集めてダメなやつだ。待って、ないよね多分。いや、どうだ、上になんか塊なかったっけ。ない、ダメだ、ダメだ、やり直そう。オッケー。もう一度ちょっと一応見るか。一応あと3つ全部集めて100で進まなくちゃいけないの割には、その俺グリッチ世界の、グリッチ世界っていうのは裏世界取った記憶ないんですよね。いやー、こんだけ逆に難しいと、なんか、裏がありそうな。待ってね、これね、取った
かでしょ、あと3つ裏世界取って100か、あ1個ある、98、やっぱここです、やっぱここだわ、ここで どうにかしてこの上行けばいいんだ、よし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 、99100だ、101あるもしかしてこれ、ちょっとあ101ある、101あった、あったん、ああこういうルートもあんのね、オッケーオッケーオッケー、わかりました、よしちょっとじゃあ次行けるはず、行きます、スタート、ちょっと愛します、ちょっと待ってください、ここどうですかね、これ一発ここはもう食らってもいいからやるか、はい、いや、やり直せっからね、ここはこういこう、はい、はい、でモグラはね踏んでるとねちょっと時間かかるんで、ふわって上がってモグラシカトでもいいぐらいですね、はい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 、オッケー、モグラを踏んでこう、何トゲをガード、よしよし、オッケー、これ場に干した方が早いことある、まあ、いいか、はい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 、あいててててどうすっかな、これねこっちある程度取ってから行った方がいい気もするんですよね、あそこぐらいまではこの辺ぐらいまで、いやどこまで取ったらいいのか分かんないけどね、分かんないですけども、そのなんか結局ここね戻ってこなくちゃいけないからって、はい、こうでこれ上、待って、下だな、下、いててて、そうだ忘れた、これ痛いやつ、これ痛いやつ、痛い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 、これで上行って、上行って、これ、ここか、これ横取って、うわ、もうこれ死ねないぞ、一発も。これ、緊張する。ああ、怖い。目に見えない時は多分もうないはず。これ、踏む必要ない。1分46秒。降りて、降りて、ああ、そっか、あそこもあったんだ、くっそ、これ取れない。あ、いけた、よし。はい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 、はい、どういうルートが一番いいのかね、こうこれで、まあ、ここが一番、102か、これ多分ねどっかこれ減らせるな、102でしょ、100で十分だからって、まあでも、今日何やってんだこれ俺珍しくないですか、フナフ以外のゲームをこの時間帯にしてるっていう、その横スクロールゲーム、よし、うわこれいけるか、これ4分20、やべ、ちょっとこれ時間ギリギリか、うわ、あどうだ、52、あいけ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 、ゴー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 、よそよそよそ、早く早く早く、うわここは加速できないのか、ブブ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 ブ、多分わかるはず。あった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 。ポールベア君はいないでしょ。さあ見てみます。いきます。なんだよ、あれ？え？ハイスコア3分50秒。え？あれ？あ？何？なんもなんねんすけど。ハイスコア出して、俺の名前になるんじゃない？え？更新されてないんですけど、俺の、え？な、え？ポールベア
確か俺、もともと3分50でしたっけ？ハイスコア。ハイスコア取った。もしかしたら、なんかなってるここ。星マーク。いや、ついてないね。これかな、あるとすれば。これの P？ なんか、あのね、ゲーム中で、こんなことする場所は、あの地下室しかないんですよね。あれだ！待って、あ、今の場所わかるよ。あの場所ってさ、後半ですよね。ちょっと、行きます。待って、ごめん。と、また、今の、ハイスコアはまた別としてなんですけども、今の地図とそっくりな場所俺見つけました。なんだろう。グリッチ世界入って、ニュルンってこう抜け出した先に、モグラくんがさ、いるんですよ。踏む必要のないモグラくんがいるんですけども、そこな気がするんですよね。行きますね、とりあえず。で、なんかその、P がよくわからないですよ。もしかしたら、なんだろう、P、キーボードの P を押すのかな？ジャンプだったら J ですもんね。そうそう、踏まなくていいって言ったところ。あの辺かな？こっから行って、はいはいはい。この辺かな？これでも多分もう一段階上がれるはず。急ぐ必要ないんですけども。この上ですね。はい、この、こうして、こうして、ここ、皆さん、ちょっと待ってな。ちょっと今見せますね。画面、画像を。微妙に違うかな。でも、開いて、そうですね。やっぱり、待って、もうちょっとこっち行ってみて。あー、ほらほら、いいですね。こうなってでしょ？こうなって、こうなって、ここへこみがあって、ここ飛び移ってですよね。はい。P って何？ P って。ちょっと待ってな。P ボタン押していいのかな？はっ！待って。ちょっと待って。It's me, Paul Bear! If you ever need me for another, ちょっと待って。ポールベア君のメッセージがあったんですけども、ちょっと、今のちょっと、ごめんなさい。あまりにもポールベア君の字が、下手くそすぎ、ちょっと入力していいですか？か、英語を読める方、すぐさまできる方いれば。ちょっと翻訳しますね、俺の方で。Hey, buddy. Buddy は相棒ですね。Hey, buddy. おい、相棒。It's me, Paul Bear. はい。If you ever need me. もし、私が必要な時はいつでも、for another investigation or whatever call me. また、調査や何か必要な時は呼んでください。See you soon! どう？ちょっと待ってくれ。ってなると、待ってな。どういうことだ？このメッセージをなぜ、クリア後に残した？ Hey, buddy. 待ってなさい。一応、こういう感じになったんですよ。また、調査や何かで必要な時は呼んでください。また、調査や何かで必要な時は呼んでくださいって言ってるんですけども、逆なんですよ。ポールベア君は逆に主人公が呼ばれていった側なんで、ポールベア君はどっちかっていうと、呼んだ側なんですよ。また、呼んでくださいってポールベアが言うのは、おかしな話。水のトラブルがあって、直しに来ましたっていう人に終わった後に、トラブルをしてしまった張本人が、また呼んでくださいっていう、逆でしょ？それは、トラブルを直した人が言うべきセリフであってね。だから、ちょっと謎なんです。でも、どっちにしたって、でも、ポール・ベアが呼ぶってことは、これ、ジュニアーズ2が、星増えてるぞ！なさい！星が増えてる！ちょっと、一応、フリーモード見てみっか。星増えてから、一応ね、隠し要素一つ、ゲットした形になりますね。なんか残ってたりはしないよね、多分。ないね。あれ？ああ、できるか、普通に。の後ろにいたりしない？ないね。
ベア君が一応メッセージを残した。あれ ?3 分。あれはー、皆さん更新されてました。はい。ただ、プレイヤー1になってますね。あー、残念。これは、これ名前が判明するかなって思ったんですけども、名前は判明、しませんでした。申し訳ないです。さあ皆さん、お待たせいたしました。エクストラズとエクストラシフトがございます。エクストラはね、番組の、おっほっほっほっ、こちらは番組の後半の方で、おい、見せしたんですか、うわぁ、気持ち悪い。いや、ちょっと比べてみる、フレディさんと。ちょっと俺手元にフレディさん、この、出ますけども。見てよ、見てよ、ほら。これは普通基準で見ると、わかると思います。はい。これが、フレディさんですね、皆さん。はい。皆さんご存知、ふわふわボディの、フレディさんです。さあ。そして、これ、首元のこの、ねりねり？ねりねりがやばいね。キャラクター、ビハインドザシーン、まあ、スクラップ、なんたらかんたら、エクストラ、あ、いろいろありますね。ちょっとこれはね、後ほどやってます。まずはちょっとカスタムライト、ゲームの方から先にしたいと思います。エクストラシフト、これです。僕はやりたかった。よし。行きましょう。さあ、カスタムナイト、わあ、なんだこれ、おしゃれなカスタムナイトの画面が、皆さん。そう、カスタムナイトね、ちょっと俺、実はね、俺カスタムナイト持ってるんですよ。カスタムナイト、ボスとかっていう謎の。これ見て。俺、実はね、カスタムナイト持ってるんですよ。自分でね、作って、印刷して、こういう風に、木の板にね、貼り付けてね、壁に貼ってるんですけども、このカスタムナイトの画面が、めちゃくちゃ、おしゃれ。いいね、これ。待ってな。カスタムナイト、タスク1。おい、ちょ、タスク1って何？ 1。ああ、なるほど。これで変えれんのね。オッケーオッケー。で、この写真がさ、これ一人ずつの写真なんですけどもさ、めちゃくちゃ写真映え悪くないですか？もうちょっとアニマトロニクスだったら、もうちょっとさ、ねえ、ねえ、いいやつあるじゃないですか、その。言ってもエンターテインメントなんですけどね。エンターテイナーか。ノーエラー。エクストラプリセット。エクストラチャレンジ。なんだ？は？は？なにこれ？え？え？なに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 ？なんだなんだなんだ？This is the remastered version GT Live August 2020年10。なんか、内輪芸が入ってるけど。ない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 。で、Speed the Small Fortune the New Animatronics。Willware。ちょっと翻訳していいですか？なんか、謎の新キャラが出てきてるんですけども。じゃなくて、リマスターされたウィルバーは失敗したゲームウィルバーのリマスターの平日のキャラクターです。 R ウィルバーは復讐のために戻ってきて、彼のゲームがこれ以上誹謗中傷を受けるのを防ぐために、彼ができる限りバグを修正しジュニアーズを壊そうとしています。ウィルバーが彼のウイルスをインストールしないと、彼はあなたのコンベアをハグアウトして壊してしまいます。なるほど。一応そのなんかストーリーにはまた関係なくて、昔作られたフナフのファンゲームのリマ、キャラクターをここで出したって感じですね。オッケー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 。で、てめえは、皆さん、速報。フナフシリーズで初の我々でも倒せそうなアニマトロニクスが登場です。こいつらとも多分戦えるんですよね、きっと。バフォードボックスは非キャノンキャラクターでエピソード1で続きました。ランダムにオフィスに隠れ安定性を徐々に低下させます。バフォードをクリックして彼を追い出してください。はい。え？これを、始まった、なんだこれ？は？なんか、クソゲーが始まったんですけども。
え？どういうこと？え？あ？ジュニアーズじゃねえぞ、皆さん、これ。SR 図になってっけど。え？あれ？それいるの？彼ら。あー、懐かしい。あ、いるいるいる。普通にいるね。普通に彼らいるんだけども。あー、やった！ははははなるほどね。そういうことね。これ消せって。あー、オッケーオッケー。オッケーオッケー。そういうことね。はい。なんとなく、なんとなく理解した。ここ手形がある。ってことは、ボニーかな？こんなに、こんなに笑えるラブファンゲームは初めてなんですけども、皆さん。塗って出てきたんですけど。多分これボニー君かな？俺のやつは。違う。ちょっと待って。そう。モニターをさ、パカって見るようなこれゲームじゃないから。あれ？つか、SR って書いてる。ジュニアじゃなくて。ちなみにアニマトロニクスの減る速度ってどうなんだ？これ何やめ基準なんだろう？基準は書いてない。あれ？よく見っと、皆さん。皆さん、ポールベア君ヒゲ生えてます。わあま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 あいいや。ポールベア君ヒゲ生えてました。マリオネットがハウンテッドってことはない。まあまあちょっと OK。とりあえず、そういうモードがあるよってことですね。OK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 。普通にこれだけのモードもあるし、エクストラチャレンジでこいつらを追加したモードもあるって感じですね。OK。わかりました。じゃあな、ちょっと待ってな。ノーエラーズ。ノーエラー。エラーにならない。エクストラプリセット。あ！おー！レリースオブパスちょっと待ってな。過去の異物。はい、ちょっと待って、過去の異物。全アニマトロニクスが12で過去の異物。はい。アンウォンテッド、不要な存在。全員5。はい。あ、タスク数もね、変わるんだ。6、7、8、5、10、10、15、18。あ、キリングゲーム。キリングゲーム。これは忘れられない大混乱。全員5のタスク5。これなんか割と楽そうですね。ちょ、これやってみましょうか、ね。はい。スペクトル疑惑。10の10。うわー大変そう。パラノーマルペリール。異常な危険。15の15。なるほど。この辺から10、15。うわぁ。ち、皆さん、地獄みたいなモードがあると。ちょっと一回これやっていいか。これ一回エクストラモードを切って、リターンして、リターンして。あ、やばい、ちょっと始まっちゃった。この一回ちょっと一番難しいモードやっていいですか。ちなみに私は、ナイト5の、7匹のお化けを見つけるやつをクリアするのでヒーヒー言ってました。それが35匹のお化けになります。これでいきます。あ、これなんかノーエラーが勝手につくんですね。エラーってのが何だかわかんないですけど。さあちょっとやってみましょう。いきます。おお、なんかオシャレだ。あ、かわいい。あ、あははは。そうそうそう。仲いいんですよ。ボニーくんとフレディって。チカちゃん爆睡。あら、かわいいね。カスタムナイト。毎回ニコニコできますね。あらららら。さあ、いきます。お化けゲーのね、一応、説明すると、あ、はい。お化けが、あ、エラーってこれもしかして。ロスト。ボニー君、はい。ボニー君。
ニーしか見当たんないですね。あ、いっぱいいる。ボニーじゃない。待てよ。バルーンボーイの可能性。大丈夫。バルーンボーイじゃない。あ、ホクシーくん。アニマ、ちょっと待って、これ、今日から見始めた人にちょっと、いろいろ説明したいな。引き出し、オール20するべきじゃなかったのか、もしかして。うわ、これめちゃくちゃこれ、コネクティングロストするんじゃん。これはパペットではない、フォクシーじゃない、フレディか、フレディやった。あー、え、チカちゃん、ん、なんで教わった俺。あ、あー、ミスったらもう即死なんだ。あー、なるほど。今までですと、ミスったとしても、アニマトロニ、ちょっとじゃあ、オッケー、一回その、この心霊ゲームのやり方ちょっとご説明しますね。じゃあ、わかりやすく、チャレンジ、間違った。と、5がやりやすいかな。エクストラプリセットの、これか、タスク5の全員5で。じゃあ、ちょっとこれ、じゃあ、知らない人のためにご説明します。はい。じゃあ、行きます。これが、このジュニアーズの本髄と言っても過言じゃありません。いきます。カスタムナイト。まず、このゲームは6時まで生き残るゲームじゃありません。お化けを見つけるゲームです。アニマトロニクスってお化け入ってるイメージ、ふなふなありますけども、このゲームでは夜中アニマトロニクスが動くのは当たり前なんですよ。誤作動で動くんですよ。その中に、お化けに、アニマトロニクスに隠れて、お化けが入り込んでるアニマトロニクスが1匹だけいます。で、それを見つける手段としては、こう、フォクシーくんいますよね。はい。フォクシーくんが消えました。はい。この時に画面に手形が残ってたりしたら、フォクシーくんがお化けだったりします。はい。後ろにボニーくんいますね。はい。ボニーくんいます。はい。または、そのアニマトロニクスがいる時に、画面がチラチラ、チカチカしたら、そのアニマトロニクスがお化けです。あ、消えました。あ、いい、すば。そして今現れましたね。はい。チカちゃん。チカちゃんここにいる。ちょっと待って、チカちゃんがここにいますけども、さあ、チカちゃん。チカちゃん。フォクシー君でないことは確定してます。なぜかっていうと、フォクシー君が移動した時に手形がなかったんで。あ、来た。はい。ボニー君、さあボニー君の可能性もありますよ。でもチカちゃんはまだいますね。はい、ボニー君消えました。はい、ボニー君消えましたが手形がありません。はい、ということはフォクシー君とボニー君ではありません。こういう風にして、探します。ちなみにバルーンボーイとパペット言いますけども、バルーンボーイがおかしい霊が入ってる場合は、この画面でバグるんで、バルーンボーイくんではありません。で、このゲーム、電力ゲージがない代わりに、アニマトロニクスのこれ、残り、なんだろう、なんかその、修理ゲージがあるんですよ。これがゼロになった瞬間に襲ってくるんで、そうならないように、コールします。コールすることで、アニマトロニクスをこうやって箱、ベルトコンベアで運びます。で、アニマトロニクスを夜間警備中にこう修理することによって、まあ、実質無限に、アニマトロニクスを、無限、修理することによって生きながらえることができるという、そういうゲームになります。で、これ消去法でいいんですよ。バルーンボーイじゃない。はい。で、バルーンボーイを直すときは、はい、これをゴミ箱に入れて新しいチップを、これで OK です。で、これ、フォクシーじゃないこと確定してるんで、フォクシー君も呼びましょう。はこれ音聞こえますか、皆さん。このチャン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 、この音がする場所にパペットが潜んでいます。で、いなくなったら手形がつかないんで、いなくなって手形がついた場合はパペットが霊なんですけども、おお、欲しい。パペットは霊じゃないと確定したんで、パペットをコールで呼びましょう。ってなると消去法でチカちゃんかな、チカちゃんかボニーか、どっちかです。チカちゃんやってみましょう。死にました。これもしかして、あ、フレディ、あ、そっか、フレディかチカちゃんか。そうですね。っていう風な感じで見つけるのがこのゲームでございます。アニマトロニクスがね、割とね、ゆっ
動かないとね、逆にね、困るんですよ。定期的に動いてくれた方が、どのアニマトロニクスがお化けなのかとか分かりやすいんですよ。この状況でこれ3体いますよね。あ、ちなみに、これね、現状まだね、アニマトロニクスは、例入っておりません。上の方の画面で、アニマトロニクスが入ったっていうような画面が、文字が出るんで、そっから、例が入ります。っていうのを、5回、タスクをクリアさせる必要があります。はい、来ました。あ、来た、はい、いました。はい。ゴーストが入りましたよ。はい、さあ、あ、はい、皆さん、画面が今、はい、こう、歪んでますよね。はい。画面がギューンって歪んでます。はい、はい、これ誰のし、これがね、例の、例が悪さしてる。なんで、現状、フォクシー君がボニー君、これどっちかです。はい。こいつらのどっちかでもう目星がつきました。はい。目星がついてるんで、ちょっと、他のアニマトロニクスをコージ呼んどこうか。はい。フレディさんではないか。はい、来ました。はい、待って。フォクシー、ボニー君がいなくなった後に、もう、あ、動いてる！あ、はい！フォクシーですね。お前だ！いやー、完璧！はい、グレートワーク！これで OK です。はい、5分の1完了でございます。こういう風にしてあります。ちなみに、アニマトロニクスをベルトコンベアで運んでる最中は、そのアニマトロニクスに霊が宿ることがないんで、一回お化けをこう倒した後に、この、ちょっと猶予があるんですよ。この間にお化けが来てくれると、フォクシー君以外という風な、あれができます。あ。もう次、バルーンボーイですね。これもバルーンボーイで確定しております。これバルーンボーイで確定してるんですけども、これ呼んどきましょう。はい、バルーンボーイ君で当たりました。はい、残り3匹です。こんな風にやっていきます。このゲーム性がすごいね。面白いですよ。答え合わせができる。さあ、フレディとチカちゃんが一応います。あ、お化け入ってきました。はい。画面がちらついてます。フレディとチカちゃんどっちかですね。ボニー君今やったばっかりなんで。あ、フォクシー来たけども、フォクシー関係なし。フレディかチカちゃんどっちかです。はい。どちら？アニマトロニクスが移動しないからちょっとこれ、めんどくさい。あ、フレディ消えた。フレディが消えてちらつきがなくなった。ということは、はい、皆さん、フレディでございます。ただ、時間があるので、こいつらを入れてください。フレディ確定してるんで、じゃあチカちゃんをコールで、いや、パペット呼んで、フレディさんを、オッケー、よし、オッケー、オッケーです。はい。こういう風にしてあります。あと、俺がちょっと気になってるのが、カスタムナイトがあるんだったら、ぬいぐるみとか置かれないかなって、その辺ちょっと僕は期待しております。まだお化け来てないと思う。あ、来た！はい！今お化け来たんで、チカちゃん以外ですね。チカちゃん以外。あ！いや、今、ちらついたような気もするけども、微妙だな。フォクシーどこいる？フォクシー。あ、フォクシーとフレディいるな。フォクシー消えた瞬間に手形なかったもんね。可能性ない。違う、ない。ボニーくん、ボニーくん消えた。チカちゃんじゃないことは確定してる。ボニーくんいるね。じゃあフレディかな。フレディかパペットあたり。あ、パペットここにいます。次、手形なくなるか確認しましょう。フレディさんがね、いないっすね。いない場合は
フレディお前だってなるんですけど。あ、フレディいた。フレディいたけども消えた。まあ、まだわからん、まだわからん。大丈夫。まだ大丈夫、まだ大丈夫。これフレディやばいな。これフレディ大丈夫って確定できたら、これちょっと修理呼んだ方がいい。フレディさんは修理します。はい、パペットかな。ホクシーかパペットか。どうだろう、これフレディだったら怖いですけど。チカちゃん消えた。で、何もない。一回修理しよう。危ない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 。ホクシーがやばいけど、ホクシーは違うと思うんだけども。一か八かだな。ホクシー違うと思う。だからちょっとホクシー呼ぼう。これで死んだらホクシー君がお化けだったってことです。あれ、これ誰？フレディじゃない、チカちゃんじゃない、ボニーか。あ、手形ある。これパペットだ、パペット、パペット。はい、皆さん、これパペットです、パペットです、パペット。パパ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 パペット、完璧。あれ、あ、まだ1個あった、やばい。俺5かと思ったら、ちょっと待って、あと1試合あった。ちょっとやばい、ちょっとこれ、これ大丈夫か、これあと1試合あったのか。皆さん、日頃もう7時過ぎてます。はい、アニマトロニクスが入りました。ボニーくんではない、バルーンボーイ呼ぼう。はい、誰もいな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 い。ボニーくん、ちらつきはフレディか。フレディ、あ、動いた。はい、パペットがホクシー、どっちだこれ、どっちだ。うわー、これちょっと、これちょっと時間、ちょっとこれ、うわー、これどっちでしょう。パペット消えたってことは、これホクシーだな、これホクシーです。はい、ホクシー、パペットの音が聞こえないからホクシーでいいはず。完璧、よし、やりました、オッケー。カスタマイズクリア。よし、こういう風なゲームです。ちょっとね、アニマトロニクスの皆さん、8時30分まで残業2時間半しました。はい、よし、さあ、これなんかもらえんのかな。星がつく、エクストラプリセットで、あ、星つきました。はい、こんな感じっすね。こうやってやっていく感じです。ちなみに、が、6タスクで12、12、12。ちなみに今やったのが5タスク。これね、逆にね、アニマトロニクスが動かん、AI レベルが低いと困るんですよ。なぜかっていうと、その、アニマトロニクスが、その、お化けかどうかを判断するには、その、部屋を移動してくれなくちゃいけないんですけども、その移動に時間かかりすぎるんですよ。動かないからこそ。逆に、10の方がいいかもしれない。ただタスク10はきついな。なんか楽なやつない？ 6、 これで見るか、6の全員12の6で。はい、じゃこれやってみます。いきます。さあ、これでなんかもらえるかな。なんか机の上になんか置かれてたら嬉しいんですけども。あれかな。いいね、もう毎回ニコニコしちゃいます。何かあったら嬉しいけども。
何もないかな、残念。そういう要素はパッポーですね、ないみたいです。はい、お化け来る前に一応言うと、さあ、お化け来ました。お化け来て、ね、これね、まずフォクシー君じゃないこと確定しております。フォクシー君だったら、手形つくんで、パペットでもない。ってことは、ボニーチかバルーンボーイ、ボニーチかバルーンボーイ、ボニーチか、バルーンボーイだもうすぐ分かってない。バルーンボーイ。じゃあ、この辺コールしといて、はい、オッケー。これ誰呼んでるっけ。何、フレディとパペットいる、フォクシーもいる。来た、はい、フレディ、だからチカちゃん以外、チカちゃん以外、今のところ目欲しいですけど、チカちゃん以外だから、もうチカちゃんをとりあえずコールしとこう。あ、消えた。うん、動いてる。ってことはこれ、あ、ホクシーだ。はい、ホクシーですね。フォクシー君の時に画面がニョンって動いたんで、フォクシー君です。これ逆に AI が高い方がやりやすいんです。じゃあ、バルーンボーイ、いやー、パペットでいいか。パペット呼んで、フォクシー。はい、OK。追加されてないかな。そこだけが十分、追加されなくても十分いっぱい突っ込みどころあるものいっぱいあるんですけどね。いた、はい、お化け来ました。パペット以外です。で、バルーンボーイ以外だから、バルーンボーイもやっちゃう。あ、チカチカしてる。ってことはボニーかフレディどっちかですね。ボニーフレディどっちか、はい、どっちだ。片方が、あ、やべ、両方消えた。じゃあ分からん。フレディね。あ、ボニーだ。はい。一人だけでチカチカしてたら一発でバレますよ。おい、オッケー。それで、フレディがフォクシーかな。フォクシー呼びます。確認したい、俺は。あ、バルーンボーイの可能性ある。バルーンボーイじゃない。よし、OK。フレディさん、ちょっといなくなってくんねえかな。フレディさんいなくなってくんねえかな。でもね、クシーじゃなさそうだ。あ、消えた。チカちゃんだな、これ。はい、チカちゃんです。逆にフレディさんを呼んで、チカちゃんをお化け。あ、違う、あー、違う、え、フレディかよ、くっそあれ、まあ、どっちにしても無理か。今のはもうダメだったな。読みが外れた、くっそ惜しい。まあ、こういう感じのゲームが、このジュニアーズのゲーム。
方あるね。これ、あ、どっちだろうこれ。あれ、これさっきあった。あれ、わからんな。これどっちか。ここにも手形ある。わ、もうこうやってくるともわからん。手形がありすぎて、手形がありすぎると誰のものなのかってわかんなくなっちゃう。とりあえずこれをしまって近ちゃんでないことは確定。多分目視やってみっか。一回かな。当たった。よし、オッケー。霊が来る前に、霊が来る前に、お化けが来る前に。よし、フレディ以外。あ、来た。はい、ね、ボニーフォク、どっちか。ボニーだ。はい一瞬で分かりました。はい、ボニーです。オッケー。ボニーやって、これコールボニー。あー、いいか。ボニー以外、ボニー以外。面白い、これね、ほんと面白いんですよ、これ。あの、慣れると。ゲーム性わかんないとね、ちょっと、あーってなってるんですけど。あ、来た、はい。お化け来ました。お化け来て、パペット消えて手形がないんで、あ、パペットだな。なんか手形つくのにちょっと遅延がありましたけど、パペットですね。え、違うの？え、なんで違う？え、違うの？フレディ、え、だってフレディ今いたじゃん。え、フレディ、え？フレディいて、フレディがいる前で手形ついたんですけど。まあ、いいか。ちょっとじゃあ、趣旨を変えて、これやってみていいですか？ジュニアーズ DLC、SR ズやっていいですか？お邪魔してくる狼と、なんか、謎の、こいつで。もうちょっとこれやります。もっとノンカノン、カノンじゃないよって。これあります。で、これクリアしたら、エクストラモード見よう。いきます。さあ。何体のアニマトロニクスを撃退すればいいの？あ、ヒゲついてる。これヘルプするとね、教えてくれるんですよ。手形ついた。チカちゃんボニー、チカちゃんフレディ、どっちか。今度は、おお、ちょっとやめて。ボクシーではない。あら、フレディかな。よし、オッケー、当たった。15。ちょい、15はきつくねえか、これ。全アニマトロニクス、ああ、もう入ってきた。ちょっと待って。15？ あ、手形ある。誰がいたの？あ、まあ、こいつら、こいつら見えみっか。こいつらの、この2匹のどっちかが手形残したら、ええだ。チカちゃんじゃない。フレディもない。それ以外か。で、フォクシーやったばっかりだから、ボニー、パペット、どっちか。これで、あ、パペットです。はい。パペット以外、パペットなんで、これちょっと、奇跡的にいけてますけども、これ多分ね、持たないですよ、15は。これ俺の知らない必勝法あんの？
今なんか謎のあった、あ、なんかそういえばあったね、そういえば。あの、そうそうそう。あのね、あ、そう、あの、白いウルフみたいなやつの、あいつはなんかジュニアーズを閉店に追い込もうとしてるんですよ。で、なんかベルトコンベアを詰まらせるみたいなことをなんかほざいてたんですよ。これね、これ、これ、これを消さ、この広告を消さないと、あへんまに、まあ、どっちにしたって今、もう、残り、あれが、少なかったあれだったんですけど。ちょっと神細工くんのジャンプスキャ見たいね。あいつ何してくるの気になる。ハリボテくん作れそうですね。フォクシー消えた。フォクシーじゃないことは確定したんで、フォクシー、あー危ねえ！あ、これか！このゲージが全部マックスまでいっちゃうとダメだ。気になるんだけど、こいつ何してくるんだっけ。危ない、ちょっと消す。あれ大丈夫。なんかしてくるんだっけ、お前。ただの置物で問題なさそうなんですよ。こっちはこれ、変にクリックしちゃうとね、襲ってくるんで、ちょっと何もしたくないけど。あれかな、エラー起こすのモニター。いや、でも変わらないよね。ないな。ちょっとじゃあ一回戻ります。安定性が低下って書いてあった。安定性が低下、じゃあやっぱあれか、あの監視カメラが見づらくなるかってことかな、多分ですね。なんで、まあ、とりあえず、まあ、ちょっとカスタムナイトにもうちょっとなんか嬉しい、あとこれで、これこいつ何、これすっかりました。これこれってもしかして、あっちの方？このマングルの方かな、もしかして。なんかそんな気しますよね、これ。ちょっとやってみます。え、ん？かな？人間が、ね、ありますね。もう一つの方の可能性ありますね。もう一つの方の3時以降からとか、か12時から。フラフ2の方の。いや、同じだ。え？でも、やるべきことはこいつらだ、こいつらなんですよね。ん？なんだ、あんなあったっけ？全員いる。あ、帰ってきた。グルンジ式。誰だ、わかんない。全員いすぎてわかんないです。
で正問題が、まあまあ、動かないな彼ら。間違えたら、ああ違うじゃんね、サイ、ん？違う、ダメだな、まあ、どっちだろう、どっちだろう。いや、まだわかんないです、まだわかんない、動かない。もう2分1で当てるしかないから。動かないね、ちょっといいや、2分1で当てます。チカちゃんだ、チカちゃんってことにしてやってみましょう。はい、当たった、当たってない、あ違う、あれ、あとなんかゲームオーバーならない。当たった、あ、クリアした。え、なに、は、あれ、え、クリアしたけど、これのレベルを上げた状態で、あーそういうことか、はい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 、あ、はい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 、オッケーオッケー、意味わかった意味わかった、はい。待って、こいつ何、彼女ってなんかしてきたっけ、こいつって。だから何、そのこいつらとの隠しキャラとして、こいつがいるって、て、みたいなんですけども、彼らってなんか、こいつらなんとなくわかるんですよ。襲ってくるのがわかるんですけども、こんなのいたっけ？本編中に。いなかったっけ？なんかいるとしたら、なんかその、お化けなんですよ。で、お化け、お化け、あ、あー、あ？なんだ？アニマトロニクスの動きは遅くして、この怪奇現象の方のあれを強くするってことかな。わからん。多分これ、何その、そう。こいつらって別にお化けが入ってる状態の AI レベルじゃないんですよ。単純にその辺をうろちょろ回る AI レベルであって、じゃあ、どういうことわからん。あとね、この時に、これ20にした時に限って、その、一回ミスっても大丈夫だったんですよね。幽霊がアグレッシブになる。エクストラ。この裏見れない。裏見れない。ちょっとわからな。ちょっとわからないんで、ちょっと、まあ、調べたいと思います。なんだろうね。まあ、考えられるとすれば、アニマトロニクスは、アニマトロニクスのカスタムナイトの動きで、こっちの、これはお化けとしての動き。で、タスク数はこれで増やせるのかな？あ、これですね、これ。おうおお、最高35まで増やせる。ということですね。タスク、だからその、言ったらお化けを何回発見するかってやつですね。じゃあ、ちょっと、3ぐらいにして、アニマトロニクスの AI も、20でやってみて、試しに。これでどうなるか。ちょっとやってみます。アニマトロニクスが故障しやすくなる、っていう。はい、ゴーストがこれか、入り込むのが早くなると思う。ちょっと分かんない、まあいいや、とりあえずホークシーじゃない、あっ動いた、はい、ホークシーじゃないかも、確定。あ、チカボニーどっちかだな。チカちゃんにしてみる。外れた。当たった。あ、このインターバ
あとこれとか。コネクションエラーの可能性もあるの。の割にはそこまでコネクションエラーしないぞ。なんですか。いや、フレディじゃない。なんですけども、あれの減りがめちゃくちゃ早い可能性がありますね。あの、なんていうの、アニマトロニクスの修理ゲージの減りが早くなるのがお化けのやつの気がします。1匹倒して2匹目でちょっとグダっただけでジャンプスケア来たんですよ。あれ、ジャンプスケア来る場合は一つが間違えてアニマトロニクスを呼んじゃったことでも、俺フレディが呼んだんで、ってこと考えると今のはおそらくボニー君の修理ゲージがゼロになった。で、ゼロになったってことは多分めちゃくちゃ早いんだ。っていう感じだと思います。はい。ちょっと謎の考察でございました。さあ皆さん、お待たせいたしました。エクストラズでございます。これ、あー来た、これが見たくてこのゲームやってるんですからね。よし、さあ、では皆さん。いっぱいあるぞ。これ全身像、待って、これ全身像見れるのかな。あー、わかんない。待って。ちょっと、じゃあね。じゃあ見ていきます。はい。これさ、こうして、どこに置こうかな。横の方にずらせばいいかな。この辺に置こうか。この辺にちょっと翻訳文出しますね。いきます。まず、フレディ・ファズベア。いいね、見た目。フレディはこの半、フレディのこの反復は他のものよりもはるかに背が高く、ひょろっとしています。彼はアイコニックなシルクハットと包帯を揺らしていますが、両方ともチェック柄の素材を使用しています。あ、確かに、そう。今作のフレディさんってなんかその黒いネクタイじゃないんですよね。なんかこのチェック柄のね、なんかタータンチェックみたいなネクタイしてるんですよね。あと、何その、ひょろっとしてる。そう。フレディさんは割とちょっともっちりしてる形だったんですけども、このフレディさんはちょっと違う。あと結構、イボイボがすげえっていう。この、あれですね、ポスターですね。My Day at Junior's。今日はフレディさんと一緒に遊びましたっていうやつですね。いいね。あー、もう肉、うわ。なんだろう、ちゃんとこれ、子供向けに作ったんかってぐらい見た目が、気持ち悪いな。いいね。よし、OK。次。ボニーザ・バニー。はい、フレディと同様に、このボニーの反復は他のデザインよりも、はるかにスタイリッシュな、はるかにランキーです。ランキー彼はスタイリッシュなメガネ。これですね。このメガネ、はい。メガネを与えられており、彼の色は濃い藍色から青みがかった青色に変わりました。おー。だから、ボニーくん特有の、藍色、だから紫色だったのをちょっと、青みがかった青に変えたっていう。この辺がまず、ファイブナイツ・アット・フレディーズシリーズ特有の、ボニーくんの話ですね。うわぁ。やっぱり、ボニーくんの、やっぱね、アニマトロニクスはやっぱり歯がやっぱ怖いよね。なんで人間の歯をそのまま使ってんのかなっていう。まだ、ナイトメアシリーズってさ、おっかないけども、かっこいいじゃないですか。その、怖さで言ったら絶対ナイトメアシリーズの方がさ、人を殺すような歯してるんですけども、まだかっこいいんですけど、こっちさ、どっちかって言うと、ナイトメアシリーズよりも、致命傷にはならなそうなんだけども、致命傷になるような歯してますよね。そのなんか、力が強そう。ね。何で、ボニーか。あと、こいつらのね、やっぱり首元がね、この、ここまでやっぱり、あの何、その、襟？アニマトロニクスの首元を見せないために、
上の側がこの辺まで来てるんですよ。ボニーくんなんかほら、この辺までぐるっと来てますね。そして、チカちゃん。ああ、おしゃぶりつけてるんだ。カップケーキくん。あ、眠そう。ははは、バブ。バブ。チカズチキン。はい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 。今回のチカのテーマは、食べ物ではなく、睡眠です。彼女はネグリジェとスリーピングキャップを、着用し、カップケーキにはビンキーが飾られています。なんて愛らしい。あ、そう言われればさ、チカちゃんさ、ウィザードチカちゃんって、あれですよね、レッツイードつけてましたよね。これ、つか、ウィザードチカちゃんしたところに乗ってんのかな？気になるね。これ、これいいよね。今回のチカのテーマは食べ物ではなく睡眠ですっていう。めちゃくちゃ目の下のこのダルダルがすごいんですけど。あと何その、この、ここわかるこの、ちょっと、これもうちょっとこれアップできるかな。はい、皆さん、これ。この部分、チカちゃんのこの帽子、ナイトキャップの毛のモコモコ具合がすっごいいいんですよね。このチカちゃん、半目のカップケーキくんね。僕もね、一応ね、本編に登場するカップケーキはこんな感じです。はい。お目目、まあ、パッチリの黄色いお目目なんですけども、このチカちゃんはなんか、初ですね。なんか、ナイトメアカップケーキとかファンタイムカップケーキいろいろありますけども、半目状態でこんな眠そうなカップケーキは初めて。あと、キュッてしてるっていう。いいね。あと、レーってしますね。あとこれ、話戻すけど、これボニーくんさ、初期案だと紫色だったんですね。で、赤いネクタイに、何？赤いネクタイに黄色の水玉だったんですけども、赤いネクタイに青い水玉。僕は白水玉ですけどね。ちょっとボニーくん似てるから、ね。来たフォクシーくん、うわフォクシーくんバチバチにピアスしてるんですよね。あー、なんかすげえかっこいい。普通の、このフォクシーくんはなんか、本編のフォクシーくんっぽいね。パイレーツ。はい。フォクシーザ・パイレーツ。この海賊をテーマにしたフォクシーの反復は、誰もが愛する象徴的な外観を維持するために枯れています。ウィザードにして、しています。ピアスをたくさん入れて、そのテーマをもう少し推し進めたかったのです。なるほど。海賊風を出すために、海賊風感を出すためにピアスをガチガチに出してるって感じですね。確かに海賊ピアスしてますもんね、割と。で、何？誰もが愛する象徴的、そう、フォクシーくんって本来破損してないのが普通なんですよ。なんすけども、あえて破損させたんだ。だからほら、手の先はさ、その名残としてもこもこ残ってるんですけども、首周りがボロボロ、お腹ボロボロ、こういう部分ですね。チカちゃんなんか全然ね、ボロボロになってない。ボニーくんもなってない。フレディくんもなってない。だからこうやって見ると割とね、アニマトロニクスはね、ボロボロそうに見えてボロボロじゃないんですよ。こうやって見るとフォクシーくん割とボロボロしてます、ね。はい。うわー来た。うわーおっかね。こいつが怖い。バルーンベイビーが一番怖い。なんでこんな顔。すごいなんか、精神的に来るね。このバルーンボーイの反復。まあ、このバルーンボーイは全く男の子ではありません。彼は実際には赤ちゃんなので名前が付けられています。バルーンベイビー。彼の顔はキャラクターキャストの残りの不気味な雰囲気に合わせて、より人形のように、作られました。いつものように彼はバルーンを持ち、象徴的なプロペラ帽子をかぶっています。まあ、この辺は同じなんですけども。あとね、ちょっと変わってんのが、バルーンボーイくんの帽子って、白、赤、白、あ、違う、白、青、白なんですけども、これ色合いがね、黄色、紫、黄色なんですよね。黄色、紫、黄色だとね、JJ ちゃん、DD ちゃん、DD ちゃんだったかな。いや、黄色、紫はいなかったな。いないんですけども、フラフに登場する、善人、悪くない人のヘンリーさん。彼黄色い見た目しております。で、パープルが紫。なんで、ちょっとその、象徴的な色合いしてます。あとね、このプロペラの上にね、旗がついてるっていうね。はい、あ、これ、元の絵があったりしますね。不気味な雰囲気に合わせて人形のように作られました。はい、人形の顔ね、おっかないね。マネキンっぽくしてんのかな多分。うわ、怖い、あ、怖いアップにしよう。イエーザ・マリオネット。はい。彼女の長くて細い体で、マリオネット、カッコパペットのこの
見た目はよりぬいぐるみ人形のようにデザインしました。彼女はまたファイブナイツアットフレディーズ2で彼女をとても象徴的にした不気味な人形の外観に追加するために鼻と耳のセットを与えられました。フナフ2で象徴的な不気味な人形の外観どういうことだろう。まあ普通にパペットのことを言ってんのかな。あ、しまった、画面暗くなっちゃった。まあいいか。そうですね、僕もちょっとパペットの持ってるんですけども、皆さん可愛いじゃん、ほら、あら可愛い、可愛いパペット。なぜ可愛いかっていうと鼻がないんですね、そう言われると。あのなんかそのキャラクター感があるじゃないですか、まだこうやってある。ただ鼻とリアルな耳つけたら確かに、その、これだとなんていうのかな、その、仮面こういうキャラクターで済むんですけども、鼻と耳をつけると一気に人間感が出るんですよ。で、パペットに人間感を出すとめちゃくちゃ怖い。あとね、目ですね、目がね、目に白目がついてるのかな。それが怖いですね。その、犬もさ、目真っ暗だと可愛いんですけども、微妙に構造、こういう犬ちょっと怖いじゃないですか、白目向いてる。それですよね。っていう感じですか。あと、この部分がパペットの得意のあれになってるんですね。これ、この絵柄は可愛いんですけど。ということで、ザ・マリオネットでございます。うわぁ、ありがたいね。ウィザードシリーズもちゃんと入れてくれてるんだ。ちょっとこれ見比べたいね。ちょっとフレディさんの見比べてみようか。はい。あとね、BGM も変わってましたね、今。ちょっとね、これちょっと、見比べます。こうして、これがフレディさんね。はい。ああ。ジュニアーズの最後の行為でフレディはズタズタに引き裂かれ、片目だけが残り、右目には大きな傷跡が残りました。はい。確かにこれ見比べてみると、待って。右目が、はい、右目も完全にズタズタになってます。あとね、首元のこの襟のシャツ、もう引きちぎられてます。歯は、まあ、元々の歯とほぼ同じ感じなんですけども、ちょっと黄ばみましたね。ちょっとタバコ吸った感じがありますね。ただ、蝶ネクタイと帽子はそこまで変わりはないですね。まあ、元々がやっぱりその、ちょっとおっかないからあれですけども、あ、ほんとだ。眉毛もなくなってますね。そう言われると。あとね、隠れてますけども、はい。小物ですね。ペーパーパルスくん。ちなみにこのフィギュアが今ね、4万円まで高騰しております。フラフのフィギュアで。あとなんか見るべきところは。目がね、人間の目なんですよね、マジで。そのアニマトロニクスの目ってね、そこまでね、デフォルメしてもいいと思うんですよ。アニマトロニクスだとしても。めちゃくちゃこれ目が血走ってるんですよね。それが怖さを引き立ててますね。ちょっともうちょっとこれでかくした方がいいね。これぐらいまで。これでやりましょう。はい。というわけで、ウィザードフレディさんでございました。次、ボニーくんです。さあ、ボニーくん。ボニーくんこそめちゃくちゃ変わってますからね。ボニーくんなんかその、顔の部分が完全に持ってかれて、その代わり側を、何ボニーくんの側を主人公は使ってますからね。で、これさ、予想なんですけども、フレディさんのここに、この小物シリーズが置かれてるんですよ。で、ゲーム中登場しなかった懐中電灯があったからって、これ、もしかしたらこれボニーくんの時これ横にボニーくん追加されたりしない？ボニーくんの顔。いきます！あー、あー、香りなし。はい、残念。まあ、いいや。おー強そうはい。ウィザードボニーです。はい。ジュニアーズでの最後のアクトで、ボニーの顔はマングルによって引きちぎられたんだ。あ、なんか誰かがやったわけじゃないですか。プレイヤーによって、マングルによって顔を引きちぎられ、プレイヤーによってマスクとして使用されました。はいはいはい。ウィザードボニーはフレディーズ2での彼のデザインとほぼ同じ機能を共有しています。確かそうですね。
ほぼ同じ。ただね、これ、腕の、このアニマトロニクスの部分が、このなんかその、いい感じなんですよ。これほら、金色の内骨格使ってたりとかね。逆にこういう、ここまでの見た目すると、ただ単にもう、かっこいいが、最初に来ますよね。その、怖いよりも、かっこいいが一番最初に来ますよね。歯もさ、何その、ツヤした、この歯がなくなって、下っ歯だけだとね、まあまあデザインとしても、おーいいねって感じになるんですけどもね、やっぱり元々のこれが気持ち悪すぎましたね。この気持ち悪いのがいいっすよね。こいつらが襲ってくるっていう。で、歯車感がすっごいいいですね。ウィザボニーさん。ね。っていう感じでございました。あとはそうですね、上の眉間のシワとかも結構、インパクト、あの、まあ、そうですね、なんつか、これ、剥がれた顔の方も見たかったね。なんで。お腹の部分は特に変わって、ほんと顔の部分だけかな。あと、逆にこっちの腕は特に問題なしって感じです。さ、はい、俺の一番好きなチカちゃんが登場しました。よしよし。チカちゃん。そう。チカちゃんは、パジャマを着ております。5夜目までは。6夜目で、ウィザードチカちゃんになるんですけど、そのウィザードチカちゃんの見た目がね、僕がフナフシリーズで一番好きなのが、ウィザードチカちゃんなんですよ。はい。いただきます。うわー、いいねー。ちょっとこれ一回外しよっか。おおはっはっは。はい。これ、うーわ、腕ちょっとこれ、ちょっと明るさ、メイド調整しよっか、みんな。見て。ガンマ上げて。アニマトロニクスって、なんその、パーツがね、割とね、スカスカじゃないですか。フナフの本編って。これ見ると、めちゃくちゃ、綿が詰まってるんですよ。ただその、綿が、見ようによっては、本当に肉みたく見えますよね。あ、気持ち悪いけど、いいね。やっぱ、あ、この口っすよね。やっぱこの口が、メリメリメリって剥がれてる感じ。これがいいんですよ、チカちゃんは。あ、いいね。ただね、なんだろうな。元々のチカちゃんが、目が、こう、ダルダルだったんですけども、やっぱり、破損してるからって、その、逆に可愛くなりましたね、前よりも。まつげがなくなりました。そう。まつげがないから、怖くないのかもしれないです。逆にここまで来れば、かっこいいまでいけるんですよ。こっちは怖い。こっちは怖いや、ほんとに。で、レッツイート、そう。本来ネグリジェが、ね、レッツイートに変わりましたね。多分これ、元々は、こういうタイプのチカちゃんで売り出してたんですけども、上から服を着せたんだと思うんですよ。キャラ変更するために。いいね。その辺もね、ちょっと翻訳文読んでみましょう。ファイブナイツアットフレディーズ2の彼女のデザインと同じように、チカの顎を引き裂かれました。あれ？これだけ？ネグリジェの話してほしかったな。まあ、顎は引き裂かれたってだけか。あとまあ、個人的にはこのさ、なんだろうな、その、歯がなんか内側に向いてんのがすっごい気持ち悪い。なんつうのかな、その、人間の歯ってさ、こういう風になってっからいいんすけども、この歯がさ、こうなったら気持ち悪いじゃないですか。わかる？なんつうのかな。だから、こういう風な、いいって俺、石井くんが、こう、いいってしてるじゃないですか。このいいってしてるいいの部分が縦になったらめちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。これ石井くんね。これ石井くんのこれ口ありますよね。で、この部分がこうなって、これが、こうなったらすっごいなんか、すっごい気持ち悪いでしょ？これが、チカちゃんにもなってるんですよ。チカちゃんは歯に対して、こう、上がこうなってたんですけども、なんかその、上と下がこう噛み合ってたんですけど、それがなんか、破損したことによって、ギュッて内側向いてるんですよ。それがちょっとなんか、不安要素がすごい出ます。それがね、気持ち悪いね。気持ち悪いけども、俺は好きです。はい。チカちゃんでございました。あれ？はい、次。次はバルーンボーイが、つか俺そう、バルーンボーイでそんな変わったかな？もともとがさ、ボロボロだったからそんなに気にしなかったんですけども、ちょっとまあ見てみよう。つか、そういえばバルーンボーイ見てなかったね今回。
6夜目で。ちょっと後でバルーンボーイ見よっか。多分バルーンボーイは、ライトを持ってくタイプだと思うんですよね。はい。これがバルーンボーイくんです。これが、ごめんなさい。先にフォクシーくんでした。はい、フォクシーくん。フォクシーくんはね、もともとがかっこいい。つか、そう。フォクシーくんがね、なんかね、かっこいいなって思った理由があれなんですよね、多分。他のアニマトロニクスって割とさ、歯がさ、人間の歯じゃないですか。でも、フォクシーくん割とさ、ほら、狼の歯になってくから、かっこいいのよね。なんかその、まあ、本編に登場するフォクシーくんよりもちょっと歯は鋭いんですけども、その、動物感のある見た目になってくから、その、不自然じゃないっていうんですかね。その感じがたまんないんですけども。で、はい、あれほぼ変わらない。目片、逆にちょっと生き生きしてない？ちょっと逆になんか目が生き生きしてますよね。俺の出番かみたいな。ちょっと説明文読んでみますけども。ジュニアーズの最初、かなりの暴行を受け、左耳は完全に引きちぎられました。ほんとだ。見えるかな？こうして。はい。この部分ね。あ、すごいね。エンドスケルトンもなくなってるわ。マングルによって引き裂かれてるんですけども、すごいね、その、側の部分だけをさ、引き裂いたのかと思いきや、内骨格の部分もブシって言ってますね。だから、人の骨ごとむしり取るみたいな。すごいね。ただまあ、かっこいいね。そんなになんか、怖くない感じで。あと、もともとがね、破損してたっていうのもありますけども、片目がなくなってる。やっぱりその眼帯をする部分の目がなくなってんのがいいな。あとあれですね。口が裂けてますね、この部分。特徴的なので言えば。もともとは割とそんなに裂けてなかったんですけども、こっちの方にギュイって裂けております。もともとはなんか恐竜のこの、この部分っぽくなってるんですけども、ね、裂けが進行してるって感じかな。歯は別に欠けたりも特にしないからね。はい、さあ、そして、で、お次が、バルーンボーイですね。おー！ああ、でも、まあ、壊れた人形ですね。ウィザードバルーンベイビーです。はい。抱っこ。抱っこ要求ベイビーになってますけども。マリオネットと同じように、バルーンベイビーの磁気の頭、ああ！磁気の頭だったんだ。はい。最後の声で完全に粉砕されます。彼の顔のひび割れはその下にある内骨格な、不気味な内骨格明らかにします。なるほど。いや、でもね、逆に破損してくれた方が逆に、あ、これはロボットってか、ロボットなんだなって感じがしますね。こっちは怖い。本当にこのタイプは怖いね。逆にウィザードになることによって怖さがちょっと減りますね。だって、こっちはさ、なんだろうな。なんか、話通じないけども、お花とか添えてたらさ、なんか、ありがとうって言いそうな感じしますけども、こっちはなんか普通に包丁をスッてしてきそうな感じしてさ、怖いのよ、彼。目がこっち見てるし、目がなんか見てるのが怖いね。あとはそうね、まあ、顔が破損、あと、磁気性だからこそこの破損の感じなんですね。他のアニマトロニクスと違って。はい、パペットもいい感じでしたね。パペットがどうなるか。はい、パペット。おっかないね。パペットも磁気製の頭だったみたいですね。こうやって見る。なんか説明文見ると。じゃあ、パペットいきます。はい。これが、おー！あ、でもかっこいいじゃん。かっこいいじゃん。え？待ってこれ。中の目ってこれ、人の目？なんか魂入ってねえか？これもしかして。ここなんで。継ぎ目ってどうだっけ？あれ？なんか違う、これ答え違うくね？こっちの方のパペットくんの継ぎ目ってオレンジ色なんですよ。これさ、青なってるんですよ。これ別答え、まさか、いや、そんなないよね。説明文。マリオンっての顔はマグネ粉砕されました。恐ろしい顔が明らかになりました。まあ、同一個体か。同一個体にしてはちょっと、ああ、ちょっと、おっとっとっと、なんかいろいろあったけど、はい。
口の中のこのギチャギチャ感がすごい、ね、普通にかっこいいけど、やっぱ目が怖いね。中の目がさ、なんだろう、その内骨格破壊したにしたら色がつきすぎだから、とかちょっと、魂でも入ってんのかなとはちょっと気がしたんですけど、まあ違うのかな。はい、はい。これがウィザードマリオネットでございます。さあ、こっから。うわー、これ、うわー、かわいい。あ、普通にかわいいじゃん。ザ・マングル。はい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 。あ、これね、これ、もう一つ、マングルさんにはもう一つの頭があるんですけども、このシリーズでは、まだ側が存在してるんですよ。うわー、かわいい。なんか、馬みたい。あ、すげえ、なんか、慈愛の表情を浮かべてやがる。全部読もうか。ジュニアーズの最終幕で、マングルは絶対に巨大です。でかかったね。めちゃくちゃでかかったです。時間の経過とともに、ジュニアーズ出現する幽霊は、様々なアニマトロニクスエンドスケルトンを使用して、この怪物を作成し、彼女の最終形態とそれを構築しました。最後の行為は枯れたアニマトロニクス全てがコンベアに飛び乗り、ありましたね、犠牲になって、マングルを仕上げましたと。一応シナリオのお話ですね。デザインっていうか、うわー、これちょっと、これも見たいですよ。ちゃんとした全身像見たかったな。一応ね、私準備してきたんですよ。一応ね、ゲームがリリースする前に公式のティザーでさ、これが投稿されたんですよ。スクリーンショット。なんか本当になんかフラッシュを焚いて、撮影して急いで逃げてきたみたいな感じの、がしてるんですけども、これですね、はい。これが一応、リリースする前に公開された、マングルの、やつですね。めちゃくちゃでかい感じ。あと、もう一つの頭が、ロウソクくんっていう。あ、フクロウくんね、はい。こうやって見るとさ、このなんか目の下の、何これ？マングルって目の下にこれはなかったんだ。あ、ないよね。ないんですけども、いい感じのこのなんかピエロの、あれっぽくなってるんですけどね、これ。この部分ね、顔の、全部が白いんじゃなくて、顔のここら辺はなんか別カバー。だから、まさにこれなんですよ。まさに俺の持ってるこれなんですよ、ほら。同じ、持ってます。はゴム製で、この部分は別な毛、ふかふかの毛を使ってる。これがまたいいね、いい味出してますね。いろんなアニマトロニクスのパーツ使ってんの、多分。あ、そか、配線もいろいろあるね。あるね、いい。うわ、ちょっと待って、音ないんですけども、おっかな、こわ、え、こわ、やめてくれないか。やめてくれ、おっかねんだけど、ちょ大丈夫、なんかギャーとか来ない、いきなし。すげえ怖いんだけど。俺は船ふがしたいんだけど、このホラーなやつやりたくないんだけど、大丈夫。幽霊は、ジュニアーズの主な敵であり、すべての大混乱の原因です。彼女はポールベアと強いつながりを持っているようで、ゲームの最終段階で彼を消そうとします。ありがたいことに、あなたは生き延びて、ポールベアを解放し、残りの1時間の間、ゴーストを不毛地帯の中に閉じ込めました。ポールベアを解放し？この部分ちょっと翻訳していいですか？このゴーストは、このゴーストは JR の主な敵役であり、すべての混乱の原因を作った人物でもある、はい、ポールベアと強い絆で結ばれているようで、はい、ゲームのラストで彼を消そうとする。あ、そうですね。幸いにもあなたは生きてポールベアを解放し、はい、ゴーストをバレンズ内に閉じ込め、はい、残りの日々を過ごすことになる。あ、別に倒したわけじゃないんだ。バレンズって精神世界かな、あん中に閉じ込めて、逆にポールベアはそれに解放された。で、ポールベア君が解放されたから、置き手紙を残したってことかもしれないですね。例の置き手紙あったじゃないですか。ってことかな。あ、ポールベアだ。主人公の名前出ないですけど、ちょっと、ポールベアをちょっと読んでみましょう。俺、ポールベア怪しい気がするんですよね。なんか微妙に。これ、翻訳文読みます。ポールベアは、JR のキャンペーンで仲間になってくれるプレイヤーの愛すべき陽気な友人です。はい。
彼とゴーストは、うん、同じような死に方をしたせいか、うん、異世界でのつながりがあり、うん、現実に分裂を起こしているようです、うん、本当の問題は、うん、その衣装の下に何があるのかということだ。そこなんですよね。そこなんですよ。本当にこのゲームに言えることは、ポール・ベア君は何者なのかって分かってないんですよ。ただ彼女とポール・ベアは同じような死に方をしてるっていうところを見ると、普通にアニマトロニクスとしての被害者の可能性もあるんですよね。その、なんだろうな、その、なんつうのかな、その、ポール・ベアくん、あれ？待って。なんか、後ろ赤くね？これ何？後ろ。なんか、後ろ赤くねえか、これ。なんだ？他ある？他ないよね。え？赤。ずらせる P ボタン、赤い何か、まあまあまあいいか、まあ、とりあえずまあいいとして、そう、俺の中ではポール・ベア君が主人公の愛すべき友人っつってっけども、主人、逆にそのなんだろうな、ポール・ベアが生前、こいつを殺して、アニマトロニクスを使って、この子供を殺して、やったぜ、倒したぜ、ってさ、自分も誤作動で死んでしまった、みたいなことなのかなっていう。その姿を、主人公に最後まで姿見せないっていうのは怪しいもんね。まあちょっとまあ、まだわかんないね。もしかしたらなんか隠し要素であるかもしれませんけども。あ、そういえば、そういえばね、あのね、ごめんなさいね、話ちょっとまた変わるんですけども、そう、開発者の方にちょっとね、この内容を聞きたいなって俺は思ってたんですよ。どういう風なお話なのかなって思ったんですけど、さすがに開発者の方と僕はちょっとやっぱりつながりは持てませんでした。残念ながら。ただ、あのですね。はい、皆さん。エワトさんっていう風な方がおられます。このエワトさんさ、実はなんか僕のフォロワーだったらしいんですけども、この方実は何をしてたかっていうと、はい皆さんこれ。はい。ついにジュニアーズが登場。ご覧の通りジュニアーズは約束通り素晴らしいゲームになりました。どうのこうのです。美しいゲーム参加できたことを光栄に思います。これはゲームでの私の仕事です。ということで、皆さん、はい、これ。はい。ゲーム内で、ジャンプスケアあったじゃないですか。ジャンプスケアの後に、誰がお化けだったのかっていう答え合わせのワンシーン、ドゥーンあったじゃないですか。これとかね、これとかね。はい。これを書いたのが、実は、エヴァトさんだったんですよ。そして、この方は、実は俺のフォロワーさんで、なんか、ダイレクトメールくれたんですよ。なんか、あなたゲームプレイしてくれてありがとうございますみたいな感じのメール来てさ、わってなりました。あとこれですね。このタイプも、これも作った方ですね。これとかね。だから、エワトさん経由で、少し真相が知れるかもしれない。よう！あなたがツイッターをしているとは知りませんでした。あなたが私をフォローしてくれたことに驚きました。ありがとうございます。あなたの動画を見ることは何も理解できませんが、あなたのリアクションは大好きですってめちゃくちゃ爆音でいただきました。はい、ということで、あなたはカリスマ的ですってなんかめちゃくちゃお褒めの言葉をいただいたんですけども、まあ、そんなことがあったんで、ちょっと、一発ちょっとエワトさんに聞いて、この辺のちょっとなんか、情報をちょっと聞ければいいなってちょっと思っております。まあ、それを聞くのもちょっとね、無粋な感じもしますけどね。もう気はするんですけども、一応まあそういうのあります。はい、ということで、一応キャラクターの一応全キャラクターご紹介でした。さあ次、ビハインドザシーン。他を見ていきたいと思います。画面を。お、はいはいはい。あー、これなんか、開発秘話いっぱいあんじゃん。ちょっとこれ、見ようぜ。多分これさ、どれくらいの大きさなのかわかんないですけども、これでも結構でかくしていいよね。これぐらいの大きさでいいね。よし、OK。で、俺を、ちっちゃくして、OK。はい。
フレディ、はい。フレディで、あ、すごいな。あ、いっぱいな。あ、こういうのあるんですよ。ほらほらほら。おお、これは、ちょっと、読んでみよう。はい。ここでは各キャラクターのモデリングプロセスを詳しく紹介して見ていきます。これらのタブは初期のスケッチからテクスチャ、最終製品まで全てのキャラクターの進化をカバーしています。はい。いきます。まずフレディさんからいきます。はい。こういう感じ。あ、最初の頃はあれだったんですね。まだ歯がさ、こういう感じだったんだ。この辺からなんか、おかしくなってたあれなんですけども、はい。あ、これ、ここで諸悪の根源、ここですね。もうちょっとでかくしていいな、ちょっと待って。結局、これだもんね。はいはいはい。こうなって、はい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 。こうなって。はい。あ。画面大丈夫だよ。お！あー！この内骨格！あれ？多分これ、ショービッツピザのアニマトロニクスの内骨格と同じっすね。ちょっと待ってくださいね。皆さんはこのアニマトロニクスの内骨格、見慣れないと思うんですけども、実はこれね、俺も実際にアメリカから輸入しようと思ったんですけども、送料がかかりすぎて日本に送りませんっつって、断られたアニマトロニクス、実はね、これ、本当に、こういう形だったんですよ。あっとね、あるかな？え？お腹の部分にカバーがついてる。だから、ビリーボブくんとかなんか割とね、お腹の部分が空間があるから、その部分をね、プラスチックでカバーしてるんですけども。まあ、こんな感じかな、こんな感じ。はい。皆さん見えます？これ。はい。こういう風に、エンドスケルトンの、まあ、エンドスケルトン存在するんですけども、それとまた別に、その上からカバーをつけてるんですよ。こういう風に。ほら。カバーを取り付けて、こういう風になってる。そして、皆さん。あ、ないかな？ない。はい、まあ、こういう風になってるって感じですね。はい。やっぱ、こういうのをね、やっぱ見れると嬉しいよね。おー、なんか実写っぽい。うわぁ。これが一応最終形、こんな感じだって感じですね。ここに行く。はい。サングラスは初期の頃なかった。あ、あったな。結構おっきめなサングラスの予定だったのが変わってった。ああ、うふう。はい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 。うお！お金！わりかし目が怖いね。もともとのボニーくんは？ああ、こうね。こうのこうか。目の色は同じなんですけど、なんかちょっと、なんだろう。まぶたかな？まぶたがすげえ怖いのかな？すっごいね、おじさん、さん、感じです。チカちゃん。は、なんか、あれみてえな。なんだ、フラミンゴみたいになったんですよ。うわぁ、すげえ着ぐるみ感があっていいね。はいはいはい。待って、これ、初期版見てみるとまだね、パジャマにする予定なかったみたいですね、ほら。単純に、前掛けのチカちゃんだったみたいですね。これが、どう変わっていった、はい、あ、ほら、ここ、やっぱこれなんですよ。やっぱりティザーでもこれだったんですよね。で、こっから唐突に、パジャマを着始めた。フォクシー、うわっ他のアニマトロニクスのさ、初期デザインがさ、まあ割とさ、ラフがチカちゃんと比べたらすごい、書き込みすごいね。絶対にピアス入れてやるんだって、この着替えがすごいね。はい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 。おー。あ、ピアスついてますね。はい。まだこの頃はそこまででもなかったんだな。この襟の部分が。で、おー、すごい。で、お腹の破損具合までして完成と。結構あるな。フォクシーくん。なんかめちゃくちゃフォクシーくん優遇されて。はい。こうなって、まあ、その汚れ具合出してですね。出して全身、あ！フォクシーくん長ズボンなんだ。本編だと気にしなかったんですけども。フォクシーくん割と短パンなイメージあるじゃないですか。茶色いズボンに。
うわー、お腹がすげー糸引いてる感じ。うわー、いいね。すごい、なんかジャンプスケアする直前みたいになってますけど、はい、こんな感じです。え、バルーンボーイ、ほぼ人、ほぼ人のデザインから入ってますね。はは、おっから、逆に怖いかも。ここのダルダルがすごいね。はいはい、おー、ちゃんと内骨格入ってるんだ。バルーンボーイってさ、中にエンドスケルトンが入ってるかどうか未だに謎なんですよね。ナイトメアバルーンボーイが入ってるんですけど、はい、逆にリアルだね。で、マリオネット、マリオネットはなんか初期案からそんな変わってないね。ほら、にっこりして、ほっぺたむっこりして、耳がある、同じ。ほらほら、ほぼ同じ。なんだろうな、そのキャラクター、ベンディ&ザインクマシンとか、あの辺のさ、目の瞳孔をでかくしたらカートゥーンっぽくて可愛いんですけども、それをリアルに持ってくるとめちゃくちゃ怖いっていう感じなんですかね。あ、パペットだ。鼻、もともと赤くする予定だったんだ。え？めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖いですね。これなんだろう。これは、地面のよりも下にいるんですけど、これなんだろう。あれかな。ギフトボックスの中にいる状態のパペットかな。なあ、でかいね。で、マングル。やっぱなんかアメリカ人がデザインした感がありますよね、マングル。口の中にこうあれが出て、はいはい、あー、なるほどね。この部分ほぼホクシーなんですけどもね。あー、いいね、あー、いいね、いいね、いいね。そう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 、全部一括にするんじゃなくて、顔の部分はこういうラバーっぽくして、毛の部分は別にするっていうね。あと首周りね。あ、フクロウくん、フクロウくんの初期案こんな感じですね。チカちゃんの頭みたいな。フクロウくんはそこまでか怖くないよね。おー、あ、ほぼイモムシだ。ほぼイモムシっぽくする予定だったのかな。あー、はいはいはい、なるほど。こうしてこうこうこう。あ、マングルって割とさ、体こういろんなところに手足ありますけども、これに登場するマングラは割と、何、その、ちゃんと胴体があって、手は前二つ、足後ろ二つ、尻尾ってちゃんとデザインになってるんですね。ほらほらほら。かっこいい。うわー、すげえかっこいい。なんか、あれみたいな、あ、尻尾の先に袋がついてたんだ。あー、すごい、なんか、サソリみたい。あー、ほんと確かに。これがね、こう、ぐるっときてこうなってるんですよ。ちょっと、あれなんですけども、ほら。尻尾が後ろあって、こう来てるの、こうなんですよ。で、どうしたのってしてるんですけども。それ、確かこれ四つん這いになってる。あーす。ちょっとこれ俺、フナフのファンゲームで、1に争うぐらい好きかも、マングル。あ、まあ、ウィザードチカちゃんも好きっちゃ好きなんすけども、ファンゲームでキャラクターをこのリメイクした形で言うと、マングルはコンセプトもすごいし、そのラスボスに持ってきたっていうのもすごいし、見た目の感じもちょっとめちゃくちゃ好きかもしれない、これ。いいね。あ、出た、ゴースト。ほぼ人。あ、怖い。怖い、怖い。怖いよ、やめて。怖い。やめて。怖い。やめて。怖い。あ、え、どうして、今、怖いよりも俺考察が勝ってるんですけども。女の子が、フォクシーの頭、あー、たじあれか、フォクシーに取り付いてるってやつか。なんか、てっきりフナフ4の、主人公のお兄ちゃんが、フォクシーの側被ってたっけから、なんかそれに繋がりあんのかなと思ったね。違うね。単純に。
ポクシーに乗り移ってる。そう、このゲームはアニマトロニクスにお化けが乗り移ってるっていうゲーム性なんで、多分それを表してるやつかな。感じですね。で、これが何？日の目を見ることになかった破棄されたジュニアーズのコンテンツの大部分を詳しく見てみましょう。これらの画像の大部分はゲームの2020年版から取得されたものです。スクリーンショットはコンテンツの一部では非常にクールで興味深いものですが、ゲームをゼロからやり直すことは、それを行うのにどれだけ時間かかったとしても、ゲームにとって最善の策でした。まあ、いろいろあったけども、だから一回作ったやつをまだリメイクしたってことですね。はい。あー、全然雰囲気違うね。これタイトル画面ですって。まあ、タイトル画面、あー、でかいね。でかすぎますけど、タイトル画面一応こういう感じのゲームなんですけども、本来は、こういうタイトル画面だったみたいですね。はい、スクラップドオフィス。ああ、全然、オフィスも全然違うね。いや、今のオフィスの方が俺好きだな。このタイプね。ああ、これじゃなくて。このタイプ？なんだかよくわかんねえもん。ドアあんのかねえのかみたいな。ああ、はい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 。ん？これは FNAF 2の方かな？多分。え、どうだろう？いや、多分 FNAF 2の、だから6夜目のマップかな？多分。アンドアラウンドはそうですね。お、アーリーカメラテスト。ああ、なんか映画館っぽいね。ほぼビリーボブですね、こいつ。AM9 時99分。なんかいろいろありますね。あれスクラフォクシーズプラットフォーム。あ、例のあのボニーくんのあのジャンプミニゲーム、もともとフォクシーでする予定だったみたいですね。なるほど。こういう下地があったからこそ今のゲームがあるんですね。おー、オールドカメラフィード。はい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 。もともとバルーンボーイルアーなんかもあるゲーム性だったみたいですね。ここに書いてありますけど、ジュニアーズインベスト。お部屋の間取りも全然違いますね。主人公がいて、ん？待てよ、これ。あ、これ違うわ。これ、あれですね。FNAF 2の方ですね。多分これ。ここにパペットがいて、ん？違うな。え？なんだこれ。いや、これはあれだ。多分元々の本編の方のやつですね。おー、なんかすげえ難しそうなやつがある。ベントレーションルアー。本来は、通気ダクトでなんかいろいろする系のゲームだったんですね。お。タブレットですね。はい、タブレット。あ。このパペットのこのシールは、本編にちゃんと流用されてますね。これね。モニターの内側までこのシールがこの、巻き込んでる感じね。おー、フレディインオフィス。あー、はい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 。破損してないとこ見て、やっぱり、元々のコンセプトは、その、幽霊を除霊するみたいなゲーム性じゃなかったみたいですね、この。どう考えても多分これ、フレディヘッド被ってやり過ごすケースもね、このポージング的に。ウィザードフレディさんの、フラフトのウィザードフレディさん同じポーズですからね。はい。で、オールドタブレットインターフェイス。はいはい。あ。なんかいろいろある。鍵閉めたりしてますね。なんかほら、ボニーくんの。ね。ボニーくんのイラストがかかったりしてます、ね。わ、明るいね。ダイニングホール。はいはいはい。ちょっと名残あるかな、この狭い感じ。あ、なんかすっごいあるね。ツール、メカニック。なんか、全然やっぱゲーム性近かったみたいですね、パッと見ると。おお、おー、あ、でもどうだ皆さん、これ。熱を感知するカメラがあるってことは、これ、やっぱ幽霊を、なんか、明らかにそのアニマトロニクスに対してこれする必要ないから、多分これ、幽霊に関する何かをする、幽霊をどうにかするっていう風なコンセプトはもともとあった可能性ありますね。これね。さ、そうそう、サーモグラフィー。ボタンがすごいわ。あら、皆さんこれ、
あの、例のぬいぐるみくんじゃないですか、あの、マングルの。マングルとか、マングルの元ネタになった謎のファンタイムフォクシーかな、というフォクシーのぬいぐるみが、別アングルでありますね。ザオフィス、ザオフィス、ザオフィス。おー、あれでも、この頃からマングルの見た目はあったんだ。ただね、違うね。このタイプのマングルじゃないですね。これ見ると。うん、これが。なんか結構バラバラですね、手足が。はい、あー、はいはいはい。あ、スクラップのマングルレベルで、マングルとの対戦の場所がここだったんだ。で、そこにマングルのぬいぐるみがあったんだ。お、え?ルアーか。うわ、なんかすごい大変そう。いろんな多分これ各場所にアニマトロニクスがいて多分なんかルアーでなんかするみたいな感じだったんですね。お、VHS 感がすごい。アップグレードメニュー。そんなあったんだ。スロー、AI がゆっくりになるよ。セコンドチャンス。一回死んでも大丈夫だよ。キャラクターリセット。キャラクターがリセットされるよ。あ、そういうモードもあったみたいですね、昔は。入れて欲しかったね、こういうの。隠し要素で。これ、ベントカメラですね。なんかちょっと名残あるね。あの、最初の我々があの、ほら、チカちゃん、フレディ、ボニー、チカ、チカちゃん、フレディ、ボニー、フォクシーが全員集合するあの場所に。これ、ジュニアーズってあるし。ボニージャンプスケア。はい、あ、これ。これが、サムネっていうか、その、ゲームがリリースする前に、ティザー画像として投稿されたんですよ。これ。これでさ、こんなすっごいキャラクターデザインのフラグ出るの本当にみたいな。いや、出ないだろうっていう。なんか、大体フラグのファンゲームって、キャラクターデザインが良すぎる場合は、単純にゲームよりも、デザイン最優先で作ってっからって、その、ゲームがリリースまでに至らないのが結構多かったんですよ。これ見たときに、いやーすごいいいデザインだけども、さすがにこれゲーム化しないだろうなって思ってたんですけどもね。そん時のやつだろ、これ。かっこいいよね、北斗。あ、ジュニアーズ。車の外から見たジュニアーズ。オフィスですね。オフィス。おー。ここまでしっかり作ってたのにね。うわっ!はっはっはでねー。田中アウトの時の、しわくちゃな、バルーンベイビーだ。なんか、これ、ハゲ、なんかその、こういう、なんかミニボンビーみたいになってますけど、これ、ハゲてますけど。いっぱいあるな。プライズ、プラザ。お、なんか、この乗り物なんかもいろいろあったんだな。ほら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 。メーターとかさ、キッチン。あ、いっぱいあるね。うん。あ、これ、よく見ると、これあれですね。マングルと、もう一つのフクロウくんのやつですね。絵柄が。あ。おー、パペットシアター!へぇー!面白いね。その、我々の知ってるパペット、そのほら、オルゴールボックスから出ますけども、このシリーズでは初期の頃はこういうちゃんとしたシアター風のところにいたんだ。へぇー。あ。フォクシーの元々のカラーに。で、終わりですね。こういうところ。お!そして、これがなんだ?なんか、いろいろ書いてますけど。チームから、ジュニアーズを制作するのはとても楽しく、やりがいのある経験でした。しかし、コミュニティは常にその長い開発プロセスを通じてゲームをサポートしていました。すべてのサポーターに感謝するため、私たちは、非常に才能のある個人によって制作された素晴らしいファンアートをいくつか選びましたという。ファンアートですね、この辺は。あ、ポップシリーズじゃないですか。ちょっと今手元にないですけども。ある。ない。ポップシリーズ。だから、ポール・ベア君がもしポップになった場合ね。いいね、このジグザグ、このギザギザの感じね。ポール・ベア君、これですね。これこれこれ。ファイナルトレイラー。トレイラーかな?はい。もうラスボスが完全にチカちゃんっていうテーマのファンアートですね。ファンアートっていうかイラストですね。画面をちょっとちっちゃくするか。
これはファーとか単純になんかそのこれを変えただけにも見えなくないですけど、まあまあいい、はい、あ、これ違う、これファンアートってよりかは多分これティザーですね。これまさにまさにこれティザーですからね。ティザーに使われたやつ、あ、なるほど。ファンが、普通に投稿したものあるし、単純にティザーとして採用したものあるって感じか。あ、花があるとやっぱ怖いね。あー、いいね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 。すげえ、首絞めてる風に見えますけど、違うんですよね。ギュビってなってますけど。フレディ、ボニー、マリオネット。すごい組み合わせ。あ、ほら。ジュニアーズ・ザ・パペットの、ポップシリーズね。おお、まあ、おお、すげえ。おお、もう作った人いるじゃん。そうね。そう。フレディの、こう、クマのぬいぐるみの顔の部分を別素材にすれば、なるよ。ジュニアーズのやつ。マンギーかな。お、レーナーかな。あるね。うわ、グロ。あ、すごい。あ、すごいね。みんなでマングルを作ろうとしてる最中かな。あるね。随分あるね。あ、幽霊の女の子がいます。これ思ったんですけども、幽霊の女の子とか出してますけども、これってさ、ゲームがさ、リリースした後に書いたファンゲームならわかるんですけども、これ、ゲームリリースする前にこれあるんですよね。でもテストプレイヤーかな？いやでもテストプレイヤーこんないる？人いたかな？テストプレイヤーみんな絵が描けたり、レゴ作れたりするの？なんなんだろうね、この辺。な、謎ですね。なんかその、ゲームをのリリース前にしてはあまりにもファンアートが多すぎる感じしますね。まあまあまあ。という感じでございました。そしてエクストラレンダーですね。これだから開発者が今まで作ったこのアニマトロニクスたちを使ってレンダリング、いい感じのスクリーンショットをやった感じですね、はい、これで一応ラストです。はい、マングル、いいね、上から来てる。もう全部ザ・ラスボスって感じがして素晴らしいですね。全部のアニマトロニクスのパーツを取り込んだ形ですからね。おー、オクシー、チカちゃん、ボニーくん、あ、これね、これティザーにも使ったやつね、僕。あ、これゲームオーバー画面。はい。あ、はは、例のパーツを運ぶフレディさんですね。はい。あ、あららら、これ、あ、おー、これはありがたい。はいはいはい、皆さんこれ、これゲーム内の、あ、これじっくり語られんじゃん。そう、ゲーム内、ちょっと待って、これ、なんかある？あー、これしかないのか。残念。オッケーオッケー。もったいない、見たかったな。そう、ゲーム内の、これ確かね、あ、なんだっけ、アートルームだったかな。アートルームって呼ばれる場所があるんですけども、そう、ね、パープル街の太陽とかさ、子供用のベビーベッドがこれ、これパペットのあれじゃない？例のね、これでかくしよう。はい、アート&クラフトですね。はい、フレディをぬいぐるみ、フレディを粘土で作ったやつもあったり、ボクシー君を絵で描いたりとかさ、ほら、ペーパーパルスを作ってみようのコーナーがありますよ。ほら、これ多分干してんのかな。ああ、やっぱりペーパーパルスってどういう存在か分かんなかったんですけど、やっぱり公式の、あ、お店で簡単に作れるグッズとしてあったんだ。はあ、面白い。よくできてますね。あとちゃんと手洗うスペースもあってさ、大人も安心ですね。ええー。あとキッチンね。フナフのシリーズではキッチンってなかなかね、お目にかかれないんですけども、このシリーズはしっかりありますね。ウォーターサーバーもある。なんだろう。この店はね、逆にはっきり言って、めちゃくちゃ清潔だし、手の洗うスペースがあるから、フレディーズ・ファズベアーズ・ピザ社みたいに、食中毒があったら、その、金でなんとかするとか、なんか、そういう経営陣の、その、悪いところがあんま見えないね。すごい綺麗だもん。は、パーティー、ハート。いいね。ジュニア。あ、いいね。あ、ね、これね、これ、欲しいな、作りてえな、これ、猫の改造して作れっかな。あ、頭がない状態のやつ。いやー、いいねー。こ
こら辺がやっぱりね、アニマトロニ、やっぱアニマトロニクスといえばその頭の部分がない感じ。これもフラフの元ネタになったビリーボブ君がこんな感じだったんですよね。てな感じで一応全部見終わったね。よし！さあ、というわけで皆さん、画面の方ちょっと一回戻しましょうか。はい。さあ、というわけで皆さん、いかがでしたかね。本日、ジュニアーズをプレイさせていただきました。いやー、あまり、本当にクオリティが高いゲームだから、一夜、本当はフラフのファンゲームって、ある程度プレイしたら、一動画で終わりなんですけども、これジュニアーズは、これ、面白すぎるから、ちょっと一回の配信で終わらせるのがもったいなかったんで、今日は、6夜目から引き続きやらせてもらったんですけどね、やっぱり、キャラクターのデザインが、本当にいいっすわ。本当に、キャラデザがね、そうなんか、本当になんか、精神に語りかける、この不気味さだったなってちょっと思います。いい、本当にいい。バルーンベイビー。パペットも怖かったね。やっぱ、その中でやっぱりマングルが、かっこよさが本当、突出してた感じはありますね、こいつね。これね、本当に。というわけで、非常に、満足のいくフラフのファンゲームになりました。キャラクターデザインもいい。ゲーム性も、まあ、6夜目もね、最初ね、フラフ2っぽいゲームになるから、どうなるかなって思ったんですよ。って思ったら、途中から、VS マングルに、変わってね。VS このマングルに変わりまして、おこのゲーム性、このゲーム性ならちょっと面白いかもしれない、オリジナリティもあってって思ったら、しかもその、何夜中11時から始まって、ゲームオーバー、その2時半ぐらいにマングルと戦うんですけども、ゲームオーバーだったらその2時半からさ、再挑戦させてくれるっていう、すっごい優しさがあるゲーム、開発者の、優しさがすごいありましたねっていう。いいゲーム。本当にね、キャラクターのバランスも、ゲームのバランスもすごいいいなと思いました。あとね、フラフのファンゲームでは結構珍しい、6時になっても仕事を続けなくちゃいけないっていうゲーム性が楽しいゲームだと思います、このゲーム。でね、すっごい面白いんで、ぜひとも皆さんもこれね、普通に楽しんで、プレイしてみてください。一応、概要欄の方にダウンロードページございますので、ぜひとも遊んでみてください。ってなところですかね。いやー、というわけで皆さん、プレイさせていただきました。ジュニアーズ。俺、てっきりね、ラスボスはね、幽霊とか、パープル街とか、下手したら、何ナイトメア、ポールベアくんありがとうな。これで俺は外の世界に出れるぜって。実はポールベア君がパープル街だったみたいな可能性も持ってたんですけどね。あとね、まあ、ちょっと一つ思ったのがビデオテープを見るか見ないかっていう選択肢があったんですよ。あれ、もしかしたら周回要素としてビデオテープってスキップできないんで見たくない人が飛ばせるように見ないっていうのがあったのかもしれないですね。ただ、まあちょっとわかんないですけど、ちょっとまあ配信終わった後に一人で黙々とやってみたいと思います。そのビデオテープ見なかった場合のストーリーに変化があるんだったら脱帽です。ということで、まあ一応本日の放送は以上とさせていただきます。いやー非常に楽しかった非常に満足のいく、フラフのファンゲームでございました。はい。そしてね、来週の土曜日なんですけども、ちょっとね、またね、ま、ちょっと、ある用事があって、来週の土曜日配信できるかちょっとわかんないんですけども、もしできるのであれば、まあ、何度も言っておりますけども、セキュリティブリーチに関するゲームをちょっとやろうと思って、ちょっとした企画をやろうと思っておりますので、ぜひとも見てください。ただちょっと、配信できるかはちょっと微妙。もしかしたら、
木曜日あたりに配信一回挟むかもしれませんので、まあ、ちょっと、まあ、お楽しみにはしなくてもいいけど、楽しみじゃないのですけどもね。まあ、ちょっと、まあ、ご期待ください。っていうふうな形です。ちょっとまあ、来週木曜日何もなければ金曜日とか、土曜日にちょっとお話しすることがあるんでね。かちょっと何も、今のところ何も言えません。で、石井果樹園の桃の販売が一応ね、来週の月曜日で全部終わるんですよ。それが終わればもう本当に今年の仕事が全部なくなるんで、ちょっとね、動画を作ろうかなと思っております。フナフのキャラクターの動画、キャラクター説明動画みたいな。フナフのファンゲームを私こうやってプレイしてますけども、やっぱり本編もすごい好きなんで、そのキャラクターをね、やっぱりその、魅力を伝えるために、フレディシリーズのキャラクター、フレディにはこういう種族がいるんだよ、みたいな、そういう動画をちょっと作りたいというふうに思います。あ、ズガニキ、トークンありがとうございます。まあ、そういうのもあるんで、ちょっとまあ、仕事が一段落ついたらいろいろやろうと思います。はい、というわけで皆さん、本日はまず来ていただいてありがとうございました。一度ちょっとここで、締めにしたいと思います。あとね、コメントしてくださってる方もそうなんですけども、やっぱりそれよりもいっぱいの人が多分、ロム線で見ていただいてると思います。本当に作業しながらっていう風に人もいると思います。いつもありがとうございます。あとね、タイムシフトでね、見ていただいてる方もありがとうございます。3倍以上の方がタイムシフトで見ていただいております。本当にいつも皆様ありがとうございます。よし、ちょっとね、イラスト紹介今日できるかな？ちょっとね、明日もちょっといろいろ仕事があるんで、ちょっと今日もね、ざっくり、ご紹介にさせていただきます。申し訳ございません。一応、全員のイラストは見させていただいております。ちょっとイラストご紹介の方に行きます。マングルさん、かっこいいかな。マングルさんの、いいか。これを消して、画面キャプチャー消して、これでいいか。はい。さあ、ではちょっとじゃあ、ちょろっとイラストご紹介したいと思います。おー。そう。ちょっとじゃあ、いただきました。オーウィエイさんからいただきました。おー、すごい、これ、ほら、おーほほ配信お疲れ様です。やっぱ、ジュニアーズのキャラクター、かわいい。マングルはもう二度と描きたくないですね。すごい。細かすぎました。二人で悪だくみしてください。というわけで、悪だくみする石井くんと、マングルですね。すごい、この配線。初めてコメントでいただいた、この、セリフで、セリフあれでいただきました。二度と書きたくないです。二度と書きたくないぐらい、すっごいこれ書き込みすごいね。配線がほんとすごいですよ、マングさん。あとね、これね、尻尾がこう、ぐるっときて、ある感じね。いいね。これですね、多分。この、エクストラ画面の、これを多分、書いてもらった感じですね。この横で俺が、こう、悪だくみしてるやつですね。オウエイさんからいただきました。ありがとうございます。あ、ちょっとじゃあこれ、ひまじんさんからちょっといただきました。皆さん、こいつ、こいつ公式に送ってもいいんじゃないですかね。神細工くんもなんとなく記憶がある限り作りました。そう、これね、ゲームクリアした後に、登場する、なんかね、謎のキャラクター内輪のキャラクターなんですけども、これね、神細工。こいつをクリックすると、なんか、ヌーンって出てきて、クリックするとヌーンってこう下がるやつ。これを、ひまじんくんが作ってくれました。ありがとうございます。すごいいいね。ありがとうございます。エルモがいる。ございます。おー、すごい。次、ニャークさん。手芸シリーズでいくと、ほら。すごいね、ニャークさん。おそ。配信お疲れ様です。5やめ、6やめ。まあまあいいけど、ちょっと、すいません。コメントも読まないでちょっとやります。はい。こちら、ボニークを作りました。ギターまだですけども。おー、すごいね。すごいね。この毛の、このボロボロ感もさらに出てるし、こいつ特有のこの目の中、目の内側を紙でちゃんと表現してるんですかね。凹凸もしっかりしてて、すっごいよくできてますね。ニャークさん、すごいわ。ありがとうございます。
ドルフさん。もう2、3人のご紹介します。15人ぐらいいただいてるんですからね。はい、ロブさん、書いていただきました。おぉ、いや、いいね。ポールベア君にそう、ヒゲついてましたね。カスタムナイトじゃなくて、あれか。おため、SR っていう謎のモードするとね、ポールベア君にヒゲがついてる。ヒゲ俺を殺してくれって言ったところっすね。これね。例の、フクロウ君。いいね、この、リアルですね、この陰影が。ほら。ほら。マングル。ステッカーで欲しい感じ。あとこの、マングルさんのこの襟巻きの部分のこのボロボロ具合がすごいいいよね。僕の持ってるロルフさんの、ほら、この部分。この部分はもう完全に、マングルの襟巻きそっくりって。いいでしょ。最後これ被って終わろうか。はい。いただきました。うん、次が、アマシさん、いただきました。お、なんか、いつもと違う感じの石井くん。いただきました。あー、いいね。あ、あれですね。もう3人組、3バカって言ったらですけども。こいつと、この3人組のやつですね。かわいい、かわいい、デフォルメ化したやつで、これ石井くんをね、珍しいなんか、青で表現してくれたんですよ。僕割と、黄色とか赤で表現されることが多いんですけども、青っていう。いい感じで書いてもらいました。ありがとうございます。アマシさん。サイバーチックな感じで書いてもらいました。こちら、港丸さんかな。わー、これまたすごい。ほら、おー、この毛の感じで、めちゃくちゃでかいのね。いただきました。マングル戦めっちゃかっこよかったのと、ニキさんがすごい嬉しそうだったので書きました。ね。本当にね、こんなでっかいやつと戦うんだっていう、その、アニマトロニクス一匹一匹と戦うのもいいんですけども、全部合体、いろんなロボアニメの合体ありますけども、こいつはね、逆にその、恐怖を感じる合体っていうのはなかなかないじゃないですか。ロボットが合体して恐怖を感じるって。そのね、このでかい感じがたまらなかったですね。あと、カラーリングはイメージで、黄色くしてくれてますね。これが、やるぞってこうしてる石井くんですね。ありがとうございます。そのね、この糸のほつれ具合とかすっごいね、細かく、書いてくれました、ね。と、首絞められてるフクロウくんで。ありがとうございます。と、化け猫さんからですね、いつもの化け猫さん。これをこうして、はい、こちら、本編の怖い雰囲気からミニゲームの可愛さに笑いました。あったね。ビャーンってするやつ。例のこのボニーくんのジャンプミニゲーム、人参取らなきゃってするやつね。あとよく見たあれ、怖い子供の顔がある。あとマングルさん、いいね。このマングルさんいいね。このツヤツヤ、顔はツヤツヤなんだけども、何、中の部分、毛の部分はモコモコしてる感じ。あ、素晴らしいです。あと、後ろの方にいるフクロウってあれ、うちのさ、トベトベオウリーくんじゃない？これもしかして。俺ちょっともう、どうせ配信中に出さないなって思ってベッドの下に置いちゃったんですよ。オウリーくんがいるんですけども、飛ぶやつ、ニャーンって飛ぶやつ。ありがとうございます。オウリーくんにね、画鋲つけたかったんですけどね。次、あ、コメントでもいただいた農会さんからいただきました。ジュニアーズ配信お疲れ様です。マングルさん出現の演出とても良かったです。といただきました。あー、いいね。主人公くんの名前が未登録だった最高記録、まさかのプレイヤー1。なんでっていうところですね。わー、マングルだーって喜んでるところの石井くんを書いてもらいました。農会さん、ありがとうございます。こうすごい幸せそうな石。あ、初回どうね。あとね、こっちだ。次、翔さんかね。あ、配信お疲れ様ですと。じゃあ、2つ。マングルさんとネムネムチカちゃんを書いてもらいました。で、こちらが、リンクルさんですね。ポールベアさん。
ポールベアさんの一部モデリングとフレディさん。お、すごいなこれ。こっちはショウさんからいただきました、ありがとうございます。でこっちはね 3D モデル技術使って配信中に、あれこれ、え、ポールベアもこれ、あ、ポールベアもそうだ、これすごいな、これ実際にあの何モデリングで作ったらしいです、この2つ。すごいね。というわけでこういうのもあるそうです。リンクルさんから、リンクルさん、ショウさんありがとうございます。マカロニさんからですね、こちら、いただきました。こちら、はい、子供みんな可愛いってしてるところですねそれに対してポールベア君が、え、何みたいな感じしてる感じのイラストですね。ありがとうございます。テスト勉強の合間にニキさんの動画を見ると元気出ますといただきました。テスト勉強頑張ってください。もう皆さんあれですよね、夏休み終わっちゃいましたよね、残念ながら。僕は今から、秋休み冬休みが待っております。こちらチョコレートさんから、あーいいね、デフォルメ化されたマングルさん、毛のこの部分はホワホワもデフォルメ化してていいですね、可愛らしいです、ありがとうございます。でこちらいただきました。あ、ね、前回のイラストのご紹介も紹介してない人もちょっと紹介したいんですけども、ちょっとキリがないのでちょっととりあえず以上でさせてください。問題申し訳ありません。ね、あの明日また朝5時からまた仕事、桃の銀紙戻しをしなくちゃいけないんで申し訳ありません。あの一応全員分のねコメントもイラストも全部、全部読ませていただいて、全部僕があのこれですね、実はね皆さんからいただいたね画像はね、金輪際、ね、永久保存してます、この USB メモリに今までいただいたファンアートがね1万枚この間超えたんですけども、1万枚のデータをこのあのメモリースティックに保存してるんで、今日のイラストもね保存させていただきますので申し訳ございません。まあ、配信では紹介はちょっと一部だけにさせていただきます。はい、というわけで皆さん本当にイラストいつもありがとうございます。よし、さあというわけで、以上ですね。もう一度エンディングでいきましょうか。ゲームをジュニアーズもう一回オール20をプレイしながら終わろっか。そうだ、フリーモードあれしようぜ皆さん、あのモード最後ね、あれだ、マングルさんと、俺マングルさん割と好きだから、マングルさんももうちょっともう一回戦いましょう。戦って今日は終わりにしたいと思います。ローンドブリッジフォーリンダウンのやつですね。はい、この辺見るとなんだろう、そのアニマトロニクスたちがさ発送してから別日なのかな、その違うか、マングルが全員のパーツを少しずつゲットした。あ、まあ、いい、とにかくマングルまで行くぞ、頑張って。マングルをあれあれあれ、そうですよね、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。なんでこれボックス開いてんの？あれ？パペットいなくて？あれ？ちょっと待って、すいません。あれ？もともとこれパペットで、あれ？ボックス開いてたっけ？俺の記憶違い。あのボックスの中からパペットが出てくるみたいな演出だとしたら開いてんのおかしいよね。どうだっけ、あ、忘れちゃった。あ、開いてた、マジか。あ、あと BGM が FNAF 2のオープニングなんです、あの PV なんです。ダッダッダッダラダン、とにかく2時半まで頑張り耐えましょう。
あー、即死。よし、消えた。つか、そうか、バルーンボーイも見てないから、バルーンボーイも見たいっちゃ見たいんですけどね。でも節電なんかしなくていい。どうせマングルまで行けばあれですからね。よし、あれ、よし、あとなんか全然余裕なんですけど、何なんだこれ。なんか全さっきすごい難しかったんですけどね。なんかめちゃくちゃひっきりなしに来てさねえ、なんだボクシング、ビビビビビ、あぶね、よし、はい、でバルーンボーイが来たら危ないから気をつけろ、あぶね、よし、OK、バルーンベイビーか、はい、ボクシー、ボクシー、ボクシー、消えろ、あぶね、クーハッチョッキー、よし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 、あと2時間、待て、もうちょい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 、2時、2時、もうすぐ2時になります。危ねえ、やばい、これちょっと待って、うわ、危ねえ、あ、これ間に合うかな、あー、これやばい、やばいかも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 、よし、セーフセーフセーフ、フォクシーいた、危ねえ、危ねえ、よし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 、負け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 、さあもうすぐもうすぐ、もう終わり、もう終わり、もう終わる、よし、来た、来ました皆さん、来ました、はい、さあこっから、さあ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 、というわけで皆さん本日楽しかったね、ジュニアーズ、さあ最終的に今回アニマトロニクスのパーツをいっぱい、アニマトロ、マングルのところに、いや、なんだ、いろんなアニマトロニクスのパーツが送られていって、そこにマングルが出来上がります。こっちも開口します。実際に被ったら痛いアニマトロニクスを、キツネのアニマトロニクス、俺も被ります。さあこれを被って、痛い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 痛すぎ、痛いし見えない、あ、マウスどこにある、マウスがどこにあるか分かんない、あたつ、あ、くぅ、殺してくれいや、音聞こえない、音聞こえない、よし、これでいこう、さあさあ行くぞ、来たマングル、俺も俺がマングルだ、俺もマングルだぞ、このふかふか具合を見てくれ、よし行くぞ、ほい、ドゥドゥデドゥデドゥデ、マングル、マングルどこにいる、あ、待て、いるかマングル、さて皆さん本日、見ていただいてありがとうございました。これでジュニアーズ、完全、まあゴールド割と終わりなので終わりです。じゃあお疲れ様です、皆さんバイバイ、お疲れ様、いるか、いるか、あ、かぶる、かぶる、いる？あ、来た来た来た、やばい、やばい、見たい見たい、どこに、マングルだけ見て、いるか、いる？いない、いるか、いた、来た来た、フクロウはいた、フクロウはいる、非常にこれ首やるんですけど、首がやるかもしれない、マングル